はい、皆さん、こんばんは。キタロウちゃんです。AHS の方です。はい、というわけで始まりました。はい、AHS 公式生放送第112回でございます。はい、さあ、本日はですね、はい、はい、素敵なゲストをお迎えしております。はい。マクメナナの中野人でおなじみでございます。久々の登場ですね。はい。2年3ヶ月ぶりぐらい。そっちを見ましょう。はい。せーの、池澤春菜さんです。はい、池澤春菜でございます。よろしくお願いいたします。お邪魔いたします。はい、というわけで。2年半前にこのビルに来たなと思いながら今日も来ました。そうですね。はい、その間にね、小笠さんもずっと帰りを待っててくれました。嘘だ。そこを否定されたよ。はい、そんなこんなんです。はい。はい。この2年半、どうでしたか？マクネナナの活動としては、なんか、なんて言えばいいの、ちょっと今頭の中にふさわしくない言葉ばっかり出てきて、おっと、どれを選んだらいいのか悩んでいるんですけど、細々違うな中違うな、地道に一歩ずつ、でも変身してきて命の火を絶やさないように頑張ってここまで来ました。ここまで来てついに帰ってきた、はい、ということでございますので、はい、ね、この後詳しくお伝えしたいと思いますんで、はい、前回はあれですか、2014年の4月23日の66回の放送、はい、ま、え、待って、60回に1回来る最悪みたいな扱いをされてるんですよ。だって112回ですし、ね、ファイナルファンタジー66回でちょっと縁起悪い存在とかじゃないですよね。いやいやいや、大丈夫です。はい、次は100…リオさんでいうとこの日暮らしみたいな感じじゃないですか。178回目とかに呼ばれるってことですよね。じゃあもうちょっと早めに呼んでくださってもよかったんですよ。あ、はい、はい、ぜひ、はい、定期的にお願いいたします。はい、また、はいはい、さあ、そんな池澤さんのプロフィールを、はい、尾形さんがね、ググってまいりましたので紹介したいと思います。はい、池澤さんはですね、読書、そして海外 SF と FT を偏愛しております。はい、あと家族にですね、黒パグのクーちゃんという超かわいいね、はい、お犬様がいらっしゃいまして、はい、イチゴが大好きでございます。それで僕、あ、犬ってイチゴ食うんだって知ったというね、うん、はい、肉とあの葉っぱしか食わないと思ってたのに、桃も大好きらしいですよ。はいはい、そして、台湾に超詳しい、あと中国茶のね資格を持っているという、はい、はい、もう台湾超詳しい声優さんでございます。僕も美味しいね、台湾の台北のお店を教えてもらったりしております。40回以上多分行ってると思います。おお、うん、そしてキノコにも詳しい。キノコも好きです。キノコ大好きです。はい、はい、さらには、料理が超得意でございます。うん、料理好きです。はい、さっき僕もツイッターに書いたんですけど、ラーメンを出汁から取るようになる麺は打たないけど出汁は取れる、はい、うん、っていうくらいのいろんな、はい、しかもいろんなジャンルの料理が作れたりするっていう、うん、でさらにはガンプラも作れちゃうという。そうですね、はい、もう作るもの全般、はい、もう何でもやっちゃう、趣味だらけの人生を謳歌しておりますのがこの池澤春菜城でございますと。ツイッターからそのまんま持ってきた感じですよね。そうですね、ツイッターです。はい、ググるも何もツイッターのプロフィールからさすがにウィキペディアからコピーしたらまずいかなと思って。でも結構なんか番組とか呼ばれるとウィキがしれっと置いてあったりするんですよね。だから、まあ、市民権は得てはいるのですが、はい、まあ、ここに書いてないこととかも今日聞いていただけたらもどんどんお話しいたしますので、ぜひぜひ、はい、お願いします。はい、出身が、ね、ギリシャでございます。そうなんです、ギリシャですからね。はい、ギリシャ生まれっていう、はい、ね、ということで、まあ、ね、前回来ていただいた時には、ね、うんうん、マクネナナも宣伝してきましたけど、はい、まさか このね、こういうことになろうとはということで、前回じゃあ私来たのって単純に菊太郎さんのお友達だから来た感じ。そうですね、あのボーカロイド3のマクネナナが、うん、発売されて2、3ヶ月後ぐらいでしたよね。うんうんうん、でその時は、まあ、ボーカロイドつながりっていうのと菊太郎つながりっていうので、うん、じゃあ
遊びに来てくれましたって感じだったんですけども、うん、その時はまさかうちでボーカロイド4のマクネナナを出すなんて誰も思ってなかった。なぜそれを今回出すことになったかは後々、後ほど、まあ、じっくり、実際ボーカロイド3は、うん、店頭で売られてなかったんですよね。そうですね、実はあの B プラッツさんっていうところが、ね、うん、発売をされておりまして、もちろんあの制作されているのが、うん、マクネナナプロジェクトさんなんですけども、店頭とかで売られてなかったので、うん、多分買うのは通販か、うん、あとダウンロードかどっちかっていう、アマゾンでも買えなかった、うん、もしくは倉庫に盗みに入るかでも箱がすごい凝ってたのに、あれ、あ、そうですね、はい、こちらですね、はい、それが伝説とボーカルとするマクネナナでございます。あたかもね、アップルの製品的なこの佇まい、はい、びっくりでした。全く iPad の箱と一緒ですよねっていう、はい、なのになかなか手に取ってもらえなかったというね。なかなか開かないです、なかなか開かないです。そこもね、iPad と同じです。はい、シューっていう、こんな、あ、ちょっとこれ中もそんな感じだよ完全に研究してますなこれ別にこれなんかその下に何かが充電器が入ってるわけじゃないからね、よくわからないところにお金をかけてるという、はい、こだわりですねこれ、はい、ね、チームもうマクネナナプロジェクトさんの、そうですね、はい、そしてその後実はその発売をされていた B プラッツさんがボーカロイドの事業を撤退しますっていう話がありまして、はい、でまあ、それはあの普通にニュースに出てるので全然言っていい話なんですけども、うん、そうするとマクネナナさんは売る場所がなくなる、路頭に迷うんですよ、絶滅のっていうところで、はい、じゃあ風前の灯火です、一応オンラインサイトとかあるのでうちで売りますかっていう話をさせていただいたところ、あ、じゃあぜひぜひって話になって、うん、まずボーカロイド3のマクネナナさんを我々が扱い始めたのは確か1年ちょうど1年ぐらい前だったと思います、うん、まあ、その時はまだこう委託販売みたいな形ですね。あの、あくまで我々の製品ではないので、うん、我々の製品としては売れないんですけども、うん、一応仕入れた形で、うん、うちのサイトでまだ若干買えます、窓口になってくださったということですね、はい、そうですね、うん、で、その時は本当にまだボーカロイド4の話もそんなにはなくて、はい、でその後にボーカロイド4ってっていう話をいろいろマクネナナプロジェクトさんといろいろさせていただいてたら、うん、あ、じゃあ、池澤さんも、やっていただけるってことなんで、うん、作りましょうかって話になりまして、うん、ようやく、今日発表になりました。じゃじゃーん、はい、こちらです。さあ、これからこれがまず、はい、全部入り、全部入り、全部入り、スターターパックマクネナナ、はい、はい、そしてこれがマクネナナナチュラル、まあ一番基本のナナさんですね。そしてなんと今回はマクネナナイングリッシュ、イングリッシュ、なぜか英語版を作ってしまいました。はい、そしてマクネナナプチ、はい、このじゃあ4バージョンですか。3つですね、 3つ、そして全部入り、はい、全部入り、でその全部左側の全部入りは、はい、スターターパックって言ってエディター、あのもう買ったら全部ボーカルエディターがついてるんですね、うんうんうん、でそのエディターがないものはこっちのボーカルエディターは持ってるよって方はこちらの、はい、コンプリートでございます、はい、これがいわゆる全部入りですかね、はい、ということは全部で5バージョンということですね。そうですね、はい、あのパッケージとしては、はい、5バージョン出まして、あとはダウンロード版ですかね、はいはいはい、あー、やった、このグロールやった、グロールグロール頑張った、グロール出ます、やった、デスボイスみたいなのを、あ、そうです、ひたすらやりましたデューはー、というわけでそこら辺どうやってこう作ったかっていう話は後ほど池澤さんにいろいろお聞きしていければいいと思ってますんで、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは AHS 公式生放送の説明の方行ってみたいと思います、はい、この放送は製品を紹介しつつもそれにまつわるいろいろなニュースなどをご紹介していきます。 AHS がお送りする公式の生放送です、はい、番組中はアベマ TV もしくはユーストリームから、もしくはツイッターでシャープ AHSOFT、シャープ AH ソフトのタグをつけて発言していただくことで質問とかに答えていっちゃうかもしれません。また情報は AHS のホームページ AH-SOFT.com
ahsoft.com と AHS のツイッターアカウント @ahsoft @ahsoft にて配信しておりますので、ぜひフォローしてみてください。リクエストも随時受け付けております。はい、お願いします。また録画も残りますので、番組終わってから録画を見ることもできますということで、さあそれでは本日の内容紹介でございます。はい、ニュースコーナー、スチューミンコーナーは池澤春菜さんにマクネナナのいろいろを聞いちゃおうのコーナー、はい、3分間製品紹介コーナー次回予告となっております。はい、約2時間の放送でございます。はい、よろしくお願いいたします。さあというわけでニュースコーナーなわけですけども、はい、やっぱり池澤さんが来るといえばおなじみの2回目でございますが、はい、はい、いつも私がやっておりますニュースコーナーを、池澤春菜さんにお願いしちゃうという、なんてお高いんでしょう、はい、ね太郎ちゃん、なんて楽なんでしょう。あとね、事務所からすごい請求が来るよ、多分。わあ、大丈夫、マネージャー今いないから。あ、よろしくお願いします。マネージャーが、はい、キク太郎さん、でも一個やりましょうね。はい、じゃ最後に最後やりましょうね。最後同じのやつやります。はい、はいはい、さあ、それではこうサクサクやってしまってよろしいんでしょうか。はい、お願いします。はい、ではまず本日のトピックス1です。ボーカロイド4マクネ7、12月15日に発売決定よ。いろいろ言ってますが、とうとう発売日が12月15日に、はい、12月15日といえば、といえばですよ、といえば、言えば春名池澤ズバースデーですよ。イエーイ、イエーイ。なんかもろもろのご無理をぐりぐりと押し込んで12月15日にしていただいたと聞きました。ありがとうございます。まあ、やっぱそこに合わせて発売しないとという。なんか直前でこう前夜祭みたいなのやったりする？前夜祭、前夜祭やる？イベントとかやる？もういない。イベントとかやる？そうだ。マクネナナプロジェクトさんに聞いてみます。はい。はい、キクさんはそしたらここになんかこう黒い縁の写真 で、ちょっとリボンみたいな黒いのをこうかかってるような。そうそうそう、ずっと持ちながら一緒に進めていく。はい、こうやってあの喪服で、それで参戦していただければ。こうやってこうやってて。で化粧がこいって怒られたりすればいいんですね。はい。ということで12月15日にこちらが。ドサッとドサッと、はい、ドサッと出ますので、ぜひぜひ店頭に並びますので ね、はい、ね。でもさっきも思ったんですけど、3人いると華やかでいいですね。そうですね、今まで2人まで、あ、でも3人もいらっしゃるのか、ソフトだと2人 3、うん、3人もいらっしゃいますね。でも、うん、やっぱりなんか前はこうでしたかね、うん、はい、あ、なんかあのタイムラインには暁小木さんもいらっしゃるみたいですね。あ、本当ですか。こちらあのデザインを担当されていらっしゃる。そう、また五目さんが描かれるナナがね、いい感じにムチムチしてていいんですよ。で、その今回は、また五目さんのデザインを元に描き直していただいているんですけれども、ね、はい、はい、同じように良い感じのムチムチ感でございます。ありがとうございます。こちらは梅谷あたろう先生に描いていただきました。はい、はい、梅谷先生バージョンもぜひお楽しみに。はい、ということで次のニュースに参りますか。はい、これはもう詳しくは後ほどいろいろお聞きしますので。はい、はい、では続いてのニュースです。ゆづきゆかりレーシング始動。ゆづきゆかりカーでレース参戦を目指すゆづきゆかりレーシングが始動。レース参戦のためのクラウドファンディングを行っておりましたが、開始4日でめでたく達成いたしました。すごいですね。すごいですね。前回ね、放送した時に始まったんですよ。で、なんか20万近くいってるみたいな話してたんですかね。そうですね、だから 10% ぐらいいってて200万が達成だったんですよ。うん、そしたら4日でお金って集まるんだね。集まります ね。びっくりですね。なんかドル集めるのに必死だけど、集まんねえからもう自分でね、いろんなもんヤフオクとかeBayで売ってドルに変えていってるよ。これ一番大口は、一番大口は100万だったと思うんですけど、100万は入ってなかったと思いますけど、60万は入りました。100万の場合はバックが何なんですか。レースの名前を付けられる権利だったと思います。命名権ですね。もうオーナーみたいなことですね。そうですね、そのレースの、うん、で60万のも入ってたと。60万は確か1レースで結構でかい広告をその、車に貼れるっていう、そういう権利だったと思います。お金を持っている人は持っているね。クラウドファンディングってすごいね。すごいですよ。で一応その、
年間6レースあるんですけど、はい、1レースは200万あればなんとか頑張って出ますっていう、うんうん、まあ、200万は正直全然足りないと思うんですけども、うん、それでも一応それを元手に頑張って出ますっていう話 で200万が4日で行っちゃったので、うん、頑張って600万を貯めて前線に出たい、うん、1レースだと200万だけど、6レースだと600万なんですか？で半額になってる1レースあたり本当は出られるはずだったんですけど、はい、レギュレーションが変わってもっと高いらしい、なのでただ600万あればかなりのところは出られるんじゃないかっていう話で、うん、今600万目標にやってるみたいですね、うんうん、で今、300万弱ぐらいじゃないですか、200何十万が止まってたので、はいはいはい、でも行っちゃいそうですね。で1月までですから ね2ヶ月ですから、うんはい、あれですね、家の裏の庭掘ってみて石油が出るかどうか、はい、よろしくお願いします。ぜひここのクラウドファンディングにです、ね、ぶっ込んでいただければ、ぶっ込んでいただければ、はい、自分の名前の車が走ったりするわけですよ。うーん、そうするとでもなんかこう実機になって走るってちょっと夢がありますよね、うんうん、そうですね、またあのミニ四駆も実物大というか実写のサイズになって一回作ったことがあって、ガンブラスターっていうのを大きいサイズにしたんですけど、それをね鈴鹿で見せていただいたり乗せていただいたりもしたんですけど、なんかすごい感動しました。あれは今あのミニ四駆って自分でデザインをして 3D プリンターで印刷をしようっていうプロジェクトが実はタミヤさんとかと組んで、実は僕 の, あの知り合いの会社が今やってまして、すごい人気らしいんですよ。それはデカールが作れるってことなんですか？いやもう印刷なので全部こう作れて出てきちゃう、へえ、それはじゃあタミヤさんが絡んでるってことはちゃんと公式にも出られる、レギュレーション内に収まって、さすがにレギュレーションに収まっていればですけどね。まあさすがに 3D プリンターで作ると重いので、うん、まあなかなかこう勝てないと思うんですけども、うんうん、でもこコンデレとかには出れるってことですね。そうですね、うん、で親子で作りましょうっていうやつなんですよ、うんうん、であのドス V パラダイスさん、ドスパラさんがパソコンを、はいはい、提供していただいて、うん、で親子で皆さん来るんです、うん、それでデザインをして、まあ、最初絵描いてこういうのが作りたい、うん、で画面で一生懸命 3D で、モデリングをして、それを 3D プリンターで印刷をすると自分の1台だけのミニ四駆ができる。もうそんな時代になってるんですね。 3D プリンターすごい身近、1年半ぐらい前から全国いろんなところでこうやられていて、うん、すごい盛況みたいですね。私も行きたい。親子じゃなくて一人でも参戦してもいいんですかね。僕もあの行きたいって言うんですけど、親子のふりします。親子のふり、うん、いいですね。親子ですって言い張って、はいはい、じゃあ僕息子役かぶったまま、それはかぶったままで、でも選ぶやつが偉い渋いんでしょ。持ってくるのミニ四駆がさ、ホーネットとかさ、グラスホッパーでさ、お前絶対40ぐらいだろっつって、ね、うん、ね、僕の頃はもうあの金持ちはアバンテ で、うんうんうん、で貧乏はあのグラスホッパーっていうね、うん、そうね、うん、そんな時代でしたね、まあ、マイティフロックとかね、そうそう、いろいろありましたね。でもそれにだからあのアバンテのボディみたいなものを乗っけることもできちゃうわけですよ。そうです、そうですね、うん、はい、そっからミニ四駆の方がでもメジャーになりだしたんですかね。そうだね、そうですね、やっぱりあのあたりからですね、うん、あれが一時ブームとかだったんですかね、はい、そうですね、最初ですね、うん、その後やっぱね、あの池澤さんがやったと同じ、はい、列号が列エンド号でも爆発的ですよ、うん、そうで今第三次ブームですもの、はい、うん、だってプロレスラーでも高山義弘さんが息子さんとやって改造されて結構なクオリティのものを作られたりしてるんで、でも高山さんが持つとこのぐらいな感じになるんじゃないですか。そうですね、高山さん190ちょいありますから ねすごいちっちゃく見えると思う、はい、へー、でいろんなとこに広がってくださって大変ありがたいと思っております。はい、はい、で柚木ゆかりさん の, あの情報に関してはサイト、ツイッターなどもございますので、こちらはコメントもしくは知恵さんのツイッターでご確認いただければと思います。なんか石油多いからねっていうコメントが来てますね。石油意外といるの、意外と庭掘ったら出るんだって言う石油でも石油が出るより温泉が出てほしいな。そうですね、私そうね、はい、それは激しく臭いのがいい、臭いのもう蔵王温泉みたいな、寝ててしばらくしてファサッ、あー臭い臭い、あー臭っさっていうぐらいの温泉じゃないと効かない。僕はもう入った後にあの服着ると服がもう臭くなる、そう、あー臭い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 っていうぐらいのがいい、ね、
ゆで卵の匂いに体が慣れる。そうですそうです。あのぐらいがやっぱ一番効きます。いいですね。掘れば出る、はい、掘れば出るよ。さあでは続いてのニュースに行きたいと思います。はい、はい、鋼オーケストラゲーム&アニメ開始。柚木ゆかり&鶴巻真希も出演するハンビット指北瀬エンターテインメントさんのゲーム鋼オーケストラですが、いよいよ Android だけではなく iOS 版もサービス開始。ここまでは前回もお送りしておりますが、アニメも大変に好評とのこと。そして前回柚木ゆかり、そして鶴巻真希もちょっとだけ出演しておりました。こちらもツイッター、そして公式サイト、さらにはランキング操作に物申す鋼オーケストラ宣伝アニメ第3話が攻めすぎててビビるレベル、ファミ通アップさんもございますので、URL などご確認いただければと思います。はい、3話の話は前回ちょっと触れさせていただいたんですけども、はい、そのまあ、ゲーム業界のなんか裏をこう暴くみたいなアニメになってきてまして、うん、なんか結構業界激震してるみたいですね。ランキング操作がどうとか、ザブザブと課金をさせるかみたいな、はい、かとか、はいはい、っていうところで、前回があの温泉会だったんですけど、うん、そこにちょろっとだけ、柚木ゆかりさんと鶴巻真希さんが登場してたっていうのは僕はリアルタイムで見てたんですけど一瞬気がつかなかった。わかんないその後ツイッターでここにみたいな画像がガンガンこう流れてきて、うん、おーってみんなもう一回見直しましたから、ね、じゃあセリフはなかったってことなんですか。なんかほんとちょっとだけ。でもセリフあったんだ。いやなかったです。なかった、ちょっとだけよく見ないと見えないっていうところにいらっしゃいましたね、うん、はい、じゃあ次は喋ってほしいですね。ちゃんと何話か僕らもまだ分かってないんですけど、はい、出ます。喋りますか。ちゃんと喋ります。はい、じゃあ引き続きこちらも、はい、楽しみにしてください。はい、はいはい、じゃあ最後の2本で私が読みたいと思います、はい、ちゃんとナレーションで、ナレーションで、僕菊太郎じゃなくナレーターで、ストレートナレーションが一番苦手なんだなさあそれではいきたいと思います。東北ずんこ小説最新話公開中。東北ずんこ小説の最新話が公開中です。ぜひチェックしてみてください。ダウナー系ボイスで大好評の東北キリタンボイスロイド発売。東北ずんこ小説日常編21キリタン外伝ということでございますが、というわけでまたやってる大神様でちょっと行ってんすか、はい、結構ね、はい、あのアマゾンでおかげさまでランキング1位いただきまして1位いっちゃった、はい、ちなみに奈々ちゃんの方はどうなんですか、予約は。どうなんですか。あ、おかげさまで今日あのお昼に発表させていただいたので、はい、もうあの予約をもう早速予想上回るレベルで来てる。そうですね、殺到している、はい、またこれ尾形さんがあれだよ、浴槽に1万円札入れて入っちゃうの。いやー、こうやっちゃう。はい、1万円札のお風呂に入る。やらない、すぐやるんですよ。やらないよ。あとあの札束積んでベッドにするとかはよくやってますよ。落ちるよ、よくやってるんだ落ちるよというわけで、あの前回2週間前ですね、発売させていただきました、東北ずんこ、ボーカル方の東北ずんこナチュラルと、うん、ボイスロイドプラス東北キリタン EX、うん、おかげさまで、販売好調というのを、うん、いろんなところから、いただいてます。どうもありがとうございます。ありがたい、ありがたい。東北シリーズが、あ、そうなんですよ。そしてこちらの、まあ、東北ずんこ、はい、ファミリーなんですけども、こちらのアニメ化が実は決まっておりまして、うん、そしたら今日発売のアニメリアさんに情報が載ってるらしくてですね、はい、実は僕もさっきツイッターで見てあ、ちょっと買いに行けなかったんですけど、うん、どうも今年度中にアニメが放映されるみたいなことをまあ載ってましたので、今年度ってことは来年の4月まで、そうですね、3月までには放映されるんじゃないかな。おや、それとも3月までに完成してその後放映されるのかはちょっと僕もあのパッと見ただけだったんでわからないですけど、今年度中っていう話がありました。はい、じゃあそんなに先ではないと。そんな先ではないですね。結構急ピッチで作ってる感じなんですかね、うん、はい、いやいや楽しみでございますね、はい、はい、さあというわけで、ニュースコーナーは以上となります。はい、これちょっと今日かなりのペースですよ。なんかサクサク進んでますけど、そういつもニュースコーナーに行く時点で45分とかね、でもね、なんかね今日はね菊太郎さんがおとなしいような、緊張していますかっていう、いや違うの違うの、あのさっきね超咳がっちり出そうになって中でねすごい涙目になってあその波が過ぎ去ってね、あ大丈夫、今一段落しちゃったところ、一段落しましたじゃあここから盛り返してください、はあ、まあでも確かにね隣にいるのが私の中で一番いい女声優ですからねはい、あ
ちゃう。こんな読みたらどうなるんだっていうレベルのね。ちなみにキクさん、さっきのナレーションですけど、はい、ちょっと抑揚をつけすぎなので、はい、ナレーターとしてやる場合はもう少しフラットに読んだ方がいいんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。はい、不安感があると結構抑揚で逃げちゃいがちなんですけれども、はい、そうすると中身が逆にね伝わりにくくなってしまうので、はい、はい、テンポ感とあとフラット感はある程度一定のところに保っておいた方が内容に意識が、聞いてる方の意識が向きやすいかなと思います。どうもすいませんでした。さあ本日のメインコーナー行きましょう。はい、池澤春菜さんにマクネナナのいろいろを聞いちゃうのコーナー。はい、というわけで、ボーカロイド4マクネナナこれ発売決定ということですね。はい、12月15日発売じゃないということで、これよ、本日は中の人池澤春菜さんに来ていただきましたので、うん、はい、さあいろいろとこのいろんな裏話とか、ね、そうですね、はい、ボーカロイドのねこのマクネナナちゃんにかける池澤春菜の思いだとか、そうですね、いろいろ聞いちゃおうと思います。はい、はい、というわけでこれ実際なぜこう AHS からこのこういう形になったんですか。そのやっぱりいろいろ紆余ねね、B プラスさんから引き受けてもいいと思ってくださった決め手は何だったんですか。え、やっぱり売れそうだから、やっぱり池澤さんじゃないですかね。うさんくさかった今すごい。なんか目がうさんくさかった。もうね、信用されてないらしいですよ。でも言ってた1年後にあれだよ、尾形春菜になってるとあるからね。いやこれないだから言ったじゃないですか、緊張してもうまともにこう喋れないレベルの方だって。なるほど、ね、えって言ってたじゃないですか、うんうんうん、大丈夫、うんうん、そうね、やっぱりこう美女が来るっていうのがね、やっぱりこう我々いつも野郎だけでやってるんで、うん、石黒さんが来てもで、この立花梨花さんが来ても、うん、池澤春菜氏が来ても、うん、やっぱ調子が来るっていう。ゲストが来るとダメだって。そうそう、いや野郎のゲストが来る分にはいいんですよ、うん、綺麗なゲストが来ると我々こうね、さあどうしようかなっていう、はい、わってなるんですよね。そうですね、はい、でも今日はね、せっかくですからいろいろ聞いていただいて、はい、はい、じゃあ実際さっきあの先ほどの話なんですけど、はい、まずボーカロイドっていうのは、はい、その楽器だと思うんで、はい、我々はまず楽器ですよねっていうことで、はいはい、作ったり、まあ、販売をさせていただいたりしてるんですけども、うん、その中でまずマクネナナという、うん、池澤さんの声を元にした音源がありますと、うん、まあ、楽器があります、はい、でもし B プラスさんが事業を辞めて買えなくなってしまうということになると、うん、楽器が一つ減ってしまうわけですよ、うん、なので、それはやっぱり、まあ、我々もボーカロイド広めたいと思って事業をやってるので、うん、もったいない、うん、やっぱりこれは池澤さんのこの声をボーカロイド、何とかして販売できないかっていうことを、まあ、ヤマハさん含めて、うん、検討したら、まあ、そういう弾き方だったらいいですよって言われたので、あ、じゃあうちでもストアがありますので、そちらでじゃあ販売をさせていただきますっていうことをしたのが一番最初ですかね、やっぱり、はい、でその後はやっぱりそのボーカロイドって販売元がないと発売ができないの で我々はヤマハさんと契約をしてやらせてもらってるんですけども、じゃあマクネナナプロジェクトさんが作ろうと思ってもじゃあ販売ができないと、うんうんうん、じゃあ我々が、まあ、それのお手伝い、まあ、制作からパッケージ化販売からいろいろお手伝いをじゃあさせていただきますっていうことでボーカロイド4化に至ったっていう。なんでかというとボーカロイド3がもう在庫しかないんですよ、うん、本当にもう それ売り切っちゃったらもう売れないです、ね、売り切れですね、うんうんうん、我々は一応今ボーカルド2から2、3、4って販売してますけど、うん、まあ、在庫、まあ、もうヤマハさんが辞めるって言わない限りは我々はずっと売っていくつもりなんですね、うん、やっぱり2も3も4も同じ人の声のライブラリってあるんですけど、うん、やっぱりエンジンも違えば撮った時期も違うので、うん、やっぱり楽器としては音が違うので、そうだから新しくなったからいいっていうわけじゃない部分もあるんですよね。未だにボーカルド2を使って、うん、使われ曲を作られている方もいらっしゃるので、うん、やっぱそういう方のために、供給は続けたいと思ってはいるんですけども、ただやっぱりその
ライブラリとしてマクネナナが失われるのは非常にもったいないということで、うん、じゃあどうせなら作り直しちゃいましょうということで始まったのはこちらのボーカロイド4マクネナナですね、はいはい、なのでだいたい1年近くやってたと思うんですけど、私もだから収録したのっていつ頃でしたっけ、今年頭ぐらいですか、前半だと思いますけども、うん、まあ、そこからでしたね。なんか前すぎてぼんやりしていたけど、はい、なんか年末になってこの時期になったら出るんだ、そうだ撮ったって思ったんですよねそうなんですよ、一生懸命忘れた頃にね、パチンコ台かっていうねパチンコの場合は2年ぐらいかかりま、2年ぐらい経ってから、はい、出てんのみたいな。あと、よく出させていただいてるあのゲームも2年ぐらいかかりますね。ああ、ね、はい、まあ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 、はい、まあ、ということで満を持してこの年末の時期、私のお誕生日に発売をしていただけるということになりました、はい、ありがとうございます、はい、というわけで先ほどラインナップの方は、はい、説明を していただいたので、はい、まあ、こちら、はい、3つあります。ナチュラルと、ナチュラル、それからイングリッシュ、それからプチの3つのライブラリが発売になります、はい、というわけで、まあ、そんな経緯があったんですけども、うん、そこでなんかこうなりましたよって4コマがですね、うちのサイトになんか上がってるんですけど、はい、なぜね、あのマクネナナさんが HS ファミリーに加えていただけたかという4コマがあるわけですよね。今 PC にしてもらっていいですか、はい、今トップ、うちのページトップに行くとこれがあるんですけど、うん、でマクネナナさんの方に入っていただいて、うん、まあ、何かこう製品を選びますと、はい、そうするとここにあのメニューがあるんですね、はい、でおまけのページっていうのがありまして、さらっと入ってますね、さらっとこうおまけのページに行くと出た振りもめ、ここにじゃじゃん、こんなのがありまして、ね、はい、この度正式に HS のキャラとして新たに新キャラが移籍してきたよ、超大型移籍というか前兆はあったけど知名度割とあるからちょっとビビる、ボーカロイド4マクネナナ、ババーン、マック用ボカロから始まってボーカロイド3になってたマクネナナがついにボーカロイド4で HS から登場だ。なんか変身する魔法少女っていう設定もあるところ、なんか俺たちとちょっと被るんだよねキャラ的に、パッカ、我らと丸かぶりだな、兄じゃ兄じゃ兄じゃでいいんですよねまあ遠くて読めない、まあまあお近づきにウォッカでも一杯、お前らよそ様が大切に育ててきたキャラをネタキャラ軍団と同じ扱いにするんじゃねえ大丈夫だ、関係者の許可は取るよ、多分逃がさねえぜさあ酔いつぶれたところで、この遠いモニターが遠い、あーごめんなさい、この新設部隊エリア 77HS ネタキャラ軍団入隊申し込み書にサインを、エリア88ネタ持ってきたね、サキさんがいるわけですね、ここにはじゃあエリア77って書いてあるじゃないですかあーだからあれ、まあまあそんな、またなぜだーっつってね、まあフリモメンっていう、もしかして辞退した方がいいんじゃないだろうか、 HS 入りを、いや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 大丈夫ですよ、大丈夫ですか、あなたも外人部隊に入ってますよ、はいはいはい、もうなんか女の人に振られて何もかも捨てて酔いつぶれたところをついうかうかとサインをしてしまい、そうですよ、仲間が一人減り二人減り、エリア88だいぶ読んでるんでちゃんと、はい、はい、そっか、これは分かる人はすごい笑いますねこれねあれかっていう感じで、一応まあ、お迎えさせていただいたっていうような、はい、漫画もですね、弊社フリモメンっていうキャラクターがいるんですけども、うん、まあ昔からこうやって4コマもですね出させていただいておりまして、今回は、マクネナナプロジェクトさんからフリモメンとなんか絡んでくれないのと、こちら側からの依頼でしたか、なんかこう言われまして、はい、で作者さんに聞いてみたらやりますって言われたので、うん、あじゃあよろしくお願いしますということで続きます、続きます、はい続きます、この新しい外人部隊にいるエリア77どうなるのか、申し込み書にサインしちゃったんですか、さあそれはこう次のおじいさんにいろいろ世話にならなきゃいけないんだよこれ
お楽しみにっていうことで。激強になれるかな。これ200万ドル違約金を払おうか。払うか。3年間生き延びるか。エリア88。ここはなんだっけ。地獄の。ここは地獄の。なかったら。4丁目。3丁目。あれでもエリア88ってビッグコンスピリッツでしたよね確か。スピリッツに出てて。連載してた当時は。全然知らなかった。みゆきが、みゆきが連載してて、みゆきと一緒に読んでた覚えがあるので、うん、確かビッコミだったと思います。スピリッツ、はい、まさかこんなところで、まあ、コラボって言っていいのかわからないけど全然コラボじゃないですよ。怒られちゃいますよ、うんうん、怒られちゃうレベルですけどね、はい、新谷先生ごめんなさいということで、まあ、お仲間に出会えていただきました。はい、ということでですね、まあ、各ライブラリーいる、まあ、3つ今回発売をさせていただくんですけども、うん、まずまあ、ナチュラル、はい、まあ、ナチュラル、これもともとはボーカロイド3の方にあった日本語のライブラリーの方を新たにこうボーカロイド4に、また取り直したりとか、うん、チューニングしたりとかして、作ったものですね、はい、でボーカロイド3と4でどういう風に違うのかっていうとですね、うん、一応そのボーカロイド3の方は池澤さんの声をなるべくそのまま再現できたなっていうライブラリだったんですけど、今度はボーカロイド4になっていろいろ再現度が上がったんで、うん、池澤さんの声の良さを引き出せるかどうかっていうのに挑戦したライブラリがなっちゃった、うん、素材の味をそのまま生かしたボーカロイド3と、ええ、素材の味をさらに生かしたボーカロイド4、はい、まあ、調理して風味をさらにね、うん、ですね、はい、っていう感じになってるので、うん、結構また感じも変わってきてるんではないかなと思います、はい、でもやっぱりだんだん世代を経るにつれて、ええ、聞いた時に私だっていう度合いが上がっていきますね。面白いですね。やっぱりエンジンも変わってますからね、うん、歌った覚えがない曲を歌っている私みたいな。あ、なんかこの自分が歌ったことがないのに歌ってるっていう感覚は、ええ、ボーカロイドの中の人にならないと絶対味わえないことなので。結構聞かれます作品。聞きます、うん、なんかどうですか。ちょこちょこ探して、ええ、でもやっぱりボーカロイドって、うん、とさっきも楽器の一つだとおっしゃってたんですけど、はい、じゃあ例えばすごくいいペンがあって書き心地もいいし、うん、いろんな人が使いやすい。でもそれによって描く絵ってその人によって違うじゃないですか、はい、何を描きたいかも違うし、うん、多分出来上がったもの習熟度だったりとか、うん、もうそもそもの絵のうまさとかいろいろなものが関係して、うん、その絵だったり曲になっていくんだと思うんですね、はい、だからこのボーカロイドというものを使って、うん、道具であるこれを使って何を表現したいのか、うんっていうのが見えるのが面白いですね。でその表現したいものに一番近いツールとして7を選んでくれたんだなって思うんですよね。多分いろいろ声がある中で、あ、この曲はこういうイメージに持っていきたいとか、うん、こういう仕上がりにしたいんだと思った時に7がちょうどいい、7、この声が欲しいと思って選んでくれたんだなっていうのが見えてくるので面白いです、うん、そうなんですよね。なのでやっぱり表現、自分が表現したいものに、うん、近いもしくは一致してるっていう声をやっぱりたくさん出したいので、うん、やっぱボーカロイド3っていうのもなるべくこう長く出してあげたいなと思ったっていうのはそこでもあるんですよね。また逆にその声を聞いたことで、そこから生み出されてくるものもあるわけじゃないですか。そうですね、この声に一番合った歌とか一番合った曲ってどういうものだろうと考えて、そこからこう派生してくるものもあると思うんですよね。そういうのも本当に面白いですね、うん、あとやっぱりキャラクターっていうのもあると思いますし、うんうんうん、このキャラクターにどういう曲を歌わせたらいいだろうっていうことを考えられる方もいらっしゃいますし、そこはやっぱりボーカロイドならではかなと思いますけどね。他のやっぱり今までの楽器ってそういうのは全くゼロではなかったですけど、ほぼなかったっていうのがありますから、はい、そうだって今だとその PV みたいに本人ってわけではないけれど、ボーカロイドが出て踊って歌ってっていう、まあ多いですね、はい、こう歌と見た目と全部セットになって一つの世界を作ってるっていう遊びができますもの、ね、うん、ね、うん、なのでちょこちょこチェックはして見ております。皆さん見られてますよ。見てますよ。見られてますよ。あ、いいなと思ったものとかリツイートしたりもしておりますし、なのでボーカロイド4でもいっぱい出てくれるのを楽しみにしております。皆さんよろしくお願いします、はい、
多分あれですね、リツイートしたものとか本人巡回タグとか使ってます、ね、池澤春菜巡回済みみたいな。そう、私あのボーカロイドの曲を自分で歌ってみたもやっているので、あ、はいはいはい、そう、はい、ここら辺はなんか皆さんが自由に遊んでくださっているのがいいなと思います。そして、はい、まあ、英語のライブラリも前からあったんですけども、こちらも新しく取り直し、はい、作りましてですね、はい、でやっぱり英語ライブラリなので、うん、やっぱりそのマクネナナの情報を自分とか、まあ、うちの公式とかがこうツイートをすると、うん、やっぱり日本語圏じゃない人から、うんうんうん、リプライをいただいたりとか、うん、あの拡散をしていただいたりとかっていうのは結構ありますね、うん、ボカロイドね、本当に道具として考えると世界中どこでも使えるはずなので、はい、英語とかだとやっぱり喋る人が絶対的に日本語より多いじゃないですか、その分もっともっと世界に広がってってくれるといいなと思いますね、はい、うん、おかげであの実は弊社は英語のライブラリっていうのは一個もなくてですね。あ、そうなんですね、あのマクネナーさんが来ていただいたおかげで、はい、あの英語のライブラリも、発売ができる。独断上伝だな。はい、どうですかね、キクさん。これでも僕はまだその日本語ライブラリと英語ライブラリの違いがよく分かってないから、やっぱり英語の歌詞をきれいに歌えるってことなんですか。英語しか歌わないですよ。日本語歌わないですよ、うん、ほう。だから英語の発音でやっぱり日本語にないものだったりとか、日本語にないつながりとかあるじゃないですか、あの単語の並びで、はいはい、日本語の場合は、なんていうの、音節みたいなものが英語と違うところもあるので、それに本当に特化して、じゃああれだ、フォックスセレクションって日本語で歌ったやつがファックスセレクションってなるの。そうちゃんとなる。だから英語ライブラリー入れて、うん、日本語入れても歌わないですし。うん、おお。なんだなんだ、どうして。ってなるわけね。日本語の歌詞カードをさでも。あ、はいはいはい。ってなるわけですね。はい、うん、英語ライブラリさんはまあアルファベット的なね、その発音記号的なものを入れたら歌えますけどね、どっちのライブラリも、はい、でもより英語の歌として聞いた時にナチュラルで違和感がないのはもちろんこちらになるわけですよ ね、はい、だから日本語の歌の中でサビだけちょっと英語を使いたい、それもちょっとかっこよく使いたいとかいう時に混ぜたりしても、はい、良いと思いますし、いろいろな使い方が、多分まあ日本語の歌詞書かれる人でも、うん、多分確実にあの英語とか英語っぽい単語を入れられる方っていうのはいっぱいいらっしゃると思うので、うんうんうん、そういうのには相当使えるのではないかなと思いますし、マクネナナイングリッシュさんに、ローマ字で書いた日本語の歌詞を読み込ませて、海外の人がたどたどしく歌う日本語の可愛い歌とかいいんじゃないですか。そうですよ、オマリが歌うロコおろしみたいなね。ちょっと不思議な魅力が生まれるような気がする。カタカナ発音にそんなにならないので、結局そうだから入れても、海外の人が不思議な発音で一生懸命歌う日本語の歌。ああ、うん、はい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 、もうその点であるオマリーのロックおろしっていうのはすごいな。すごく難しい。皆さんにぜひ聞いていただきたい。すごいニッチなところを攻めていくこともできます。でも今カメラ見てたら多分、うん、池澤さんが自分の顔の前にずっとパッケージがあるので池澤さんが見えないっていう。そうそう、ね、そもそもね、春菜ファンが これあ、これが邪魔なんですよね。このここ、これこれピヨンが、これが、そうピヨンが、さっきなんか私の顔の前に何かある、なんだろうと思ってここら辺水とか置いてるかなと思ったらこれでした。この子だったね。もうちょっと上げればいいんじゃないですか。大丈夫です、もう私が背伸びをしましょう。こっちに持ってきましょうかね、はい、もうちょっと上げればいいんじゃない。上げるというか下げるというか、うん、そういう感じで。でもなんか私の英語がややフランス語っぽいでしたっけ。あ、そうですね、はい、ほう、まあ、そういうのもそのまま収録されているので、はい、これは池澤さんの英語です。ややフランス語っぽい私の英語もお楽しみいただければ。池澤さん何カ国語喋られるんですか。でも日本語、タイ語、日本語、タイ語、中国語、英語、フランス語。でも中国語もお茶関係のことしかわからないから、日常会話というよりはお茶の単語だけ覚えてるみたいな感じ、はい、すげえな、うん、いろいろ混ざっております。じゃあお茶市場に行くと会話ができる、お茶市場行かないとよくわからないみたいな。あ、お茶の人とは喧嘩はできる。これこの値段のわけないでしょみたいなのは
言えると思う。多分観光客とはと思ってバカにしてるとかこの野郎みたいな。こんな茶葉が特権なわけねえだろうと。中国で一回やりましたそれ。ああ、さあ次に行きましょう、はい、話がきな臭くなる前に次に行きましょう。ということで次、はい、マクネナナプチ、はい、はい、こちらはですね、まあ、ナナの妹という位置づけなんですね。そうですね、はい、でまあ声優ですのでいろいろなバージョンの声があってもいいんじゃないかということで、はい、ナナは本当に可愛い、いたいけな感じでもちょっと毒舌っていうところを目指して、一応あざとい声、はい、あざといです、そうなんです、っていうのを目指して作られました、はい、めちゃくちゃあざといんですけど、でもなんだろう、背中をゾワゾワさせる声ですよね。そうですね、くそーくそー、あざといでも可愛いみたいな。一応ですね、うん、あの単体でもそういう発音になると思うんですけども、これ多分クロス申請室を使っていただけると、はい、うん、他のライブラリとですね、あの特にそのマクネナナ内でのクロス申請室を使っていただくと、はい、かなり効果が出るんじゃないかなっていうのを目指して作ったライブラリーになってます。で今、ついこの間からその AHS の他の対象ライブラリともクロス申請室ができるようになったんですけども、はい、あのまずはマクネナナのナチュラルとクロス申請室すると、うん、面白い声になりますよ。まあ、それはだって自分と自分ですから、そうですね、相性は混ざり加減はいいですよね、うん、なので実はうちのライブラリはクロス申請室をやって使ってくださいねっていう風に作った音源もあるんですけど、うん、そうじゃないのもあるんですね。もともと独立して、使ったら面白い、うん、まあ、混ぜたらまた面白いことできるかもしれないけどねっていう、うん、ただプチの場合はやっぱりクロス申請室あったらもっと面白いよっていうのを目指して作ってみた、うんうんうん、やつなので、やぜひあのクロス申請室で、歌わせてもらえると非常に面白いと思います。はい、これって今、ATS さんのさっきのページにそれぞれの視聴音源みたいなものも、はい、あります、あったりしますよね、はいはい、今あの BGM で実はその、サンプル曲は流してます。流れているのかなと思ってるんですけど、今あの返しは出してないです、はいはい、でも流れているはずです。あ、来た、これ英語ですね、はい、おお、なかなか歌ってくれない、おお、確かに、うん、日本語の発音とは違うよね、うん、ほう、という感じです、うん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 、はい、これは、これはナチュラル、ラル、うん、クロスシンセシス、あ、プチになった、画面見たら止まってんじゃねえか。聞いちゃうよね。固まってるんじゃないかっていう。あ、ちゃんと音は聞こえてますからね。はい。みんなが作ったのもいろいろ聞かせていただけると嬉しいので、いっぱい作ってみてください。あ、なんか4コマ読み上げていただけるとは思ってませんでしたと、あの4コマの作者の方が、こんなことならもっと卑猥なセリフ。どういうことですか。どんなことならですか。とおっしゃっております、はい、次に期待しております。卑猥なセリフは期待しておりませんが、次の4コマも楽しみにしております。はい、はい、どういう風に外人部隊に編入させられるのかね。もうきっと次すっかり目の光が死んだナナが出てくるんだ。ちなみにあのライブラリの話をさせていただくと、あのナチュラルですけども、はい、その池澤さんの特に歌い方の癖みたいなのも、うん、わざわざこうそのまま入れてたりするので、うんうんうん、その歌い回しの癖だったりとか、こうピッチの変化、こう伸ばしてた時にピッチの変化だったりっていうのもそのまま入ってます。だからどんどん私になってきます。本当そうですね、うん、ボーカル4はなるべくそういうところも再現できるように作ったはずなので、うんうんうん、ぜひ皆さんに歌った時に、あ、これが池澤さんの歌い方なんだ、声だっていうのを、ぜひ思っていただければなと思いますね。
もそういうのがしっかりあると、ええ、他とは違うこのキャラだから歌わせられる歌だったりとか、はい、その個性みたいなものが確実に前に出てきますもんね。そうですね、うん、ええ、上手に歌うことが多分目的ではなかったりするので、はい、なんかそこでニュアンスだったり、ええ、カラーだったり、ええ、なんかこう正しく歌うんじゃないものを出せるともっともっと面白くなっていくような気がしますね。そうですね、うん、あのボーカロイドはおかげさまであのいろんな、うん、ボカロ P さんを中心に、はい、うまく歌わせる、いわゆるその上手に歌を歌うっていう歌わせ方っていうのは、うん、いろんな方がいろんな方法を編み出してて、うんうんうん、結構できるようになってきちゃったんですよね、まあ、来ちゃったっていう言い方がいいかどうか分かんないですけども、うん、できるようになったのでなんてきたので、逆にそういったその歌い回しだったりとか、うん、そういったものが、まあ、ライブラリで再現ができるといいなっていうのは一つありますね。一時期やっぱりボカロがすごくわーっと流行ってきた時に褒め言葉として必ず出てくるのが、はい、もう人間みたい、人間が歌ってるのと変わらない、これだったら人もういらないねみたいなのがあったんですけど、はい、なんかでもそれは私いつもちょっと違うような気はしていて、うん、人間みたいを目指していたら人間がいるからいいじゃん、うん、でせっかくなら人間ができないことだったりとか、うん、人でやるには大変すぎることとか、なんかボカロならではの使い方、ボカロならではの歌を目指していた方が楽しいんじゃないかなと思ってたんですよね。僕はボーカロイドをやりたい理由って実はそこなんで、うんうんうん、まあ、最初にボーカロイドが出てきた時って皆さん言ってたのが、うん、人が歌えばいいじゃん、うんうん、まあ、海外ではまだまだそう言われちゃうんですけども、やっぱり人が歌うのとボーカル歌うの何が違うのみたいなこと言われるんですが、うん、もちろんそれって昔シンセサイザーがピアノの音とかバイオリンの音とかを鳴らした時も全く同じこと言われていて、うん、でそのうち誰もそういうこと言わなくなった。でも最初はそっくりなものを最初は目指していて、うん、でそこからさらにシンセサイザーは独自の音をこう変えられるようになって、うん、そこからいろんなものが生まれてきたっていう歴史があるんですけども、僕はボーカロイドを含む合成音声ってやっぱそういうところがあると思っていて、なんか人を目指しちゃうと優劣の問題になっちゃって、はい、非常に多分座りの悪いとこに行っちゃう気がするんですよね、うん、でそこに行ってしまうと誰も幸せにならないので、ね、ボーカロイドはボーカロイドでしかできないこと、ボーカロイドだからできることっていうものをちゃんと探していってほしいなとは思います、うん、これたまによく言ってるんですけど、フィフスエレメントっていう映画が昔ありまして、はい、あれで6オクターブを歌える、あの宇宙人っていう、あ、そうですそうですあ、そうですそうですあれですはい、うん、あれを見た時に、まあ、あれは実際に、サンプリングして音を調整して人の声から作ってはいるんですけども、うん、あれってまあ普通の人だとほとんど無理、うん、まあ、地声では まず無理かなっていう音なんですが、うん、まあ、ボーカルだとそのうちそういうことも普通にできるようになるんじゃないかなと思ってまして、うん、まあ、そこまでいくと自分でこういうのを演奏させたいけど人じゃ無理だよね、じゃあボーカロイドで、でここは人でみたいなこう分け方が今度できていくんじゃないかなとは思います。今ちょっとふと思ったのは、6オクターブいけるボーカロイドを作るための音源は何オクターブ取らなきゃいけないんだろうっていう、まあ今いけなくもないんですけど、あ、でもあんまり、ね、あんまり無理すると3、4まではギリギリ、うん、まあなんとなく歌いますけど、うん、それ以上だとやっぱ破綻しちゃいます ね、ビリビリしそうな、そうか、じゃあマライアキャリーとかに頼んで、マライアのボーカロイド 6オクターブぐらい、ね、いくら取られるんだっていう話、いくら取られるんだ、ね、失敗するとマライアキャリーがモンタヨシノリさんみたいな歌声になる回転数が違うだけみたいな、もしくはジャガーさんみたいな声になりますよ、あれジャガーですみたいなねでもゆくゆくはじゃあそんなスーパーハイパーボーカロイドが出るかもしれない。そうですよ、謎の円盤がやってきた時にね、ボーカロイドに歌わせて更新を試みるかもしれない21世紀の世の中は、あとはね、人の代わりにこう今人工音声みたいなもので喋ったりするのにも使われてますし ね、はい、 ね、それもやっぱりなんか私たちの仕事がなくなるっていうわけではないので、まあそれはそうですよ、うん、はい、
いろいろな使い分けうまく共存をしつつ、住み分けをどっちも楽に、どっちも自分のより個性が活かせるような住み分けができるといいかなとは私は思います。これはまあドラえもんの世代になったらもうわからないですけど、まあ100年後ぐらいになったら、まあちょっともしかしたら逆転してる可能性はまあ多少あるかもしれないですけど、基本的にもう合成音声ってのは合成音声、人の声ってのは人の声なんで、なんか私その周りでボーカロイドとかあまり好きでなかったり、合成音声とかあんなものはって言ってる人も多いんですけど、ね、全然そこに嫌な気持ちを持ってないのは、人は人だっていう確固たる自信というか安心感はあるんだと思うんですよね。人が自分の声で歌うもの、自分の声で喋るものっていうのはそれはそれでもう取り替えが効かないものなので、それとは別にボーカロイドというものがちゃんと確立されたらもう何の問題もないんじゃないかと思うんですけどね、そこはね。あと一番最初になんでボーカロイド3を引き受けようと思ったんですかっていう話があったと思うんですけど、もちろんその楽器という面もライブラリをやっぱりたくさんあった方がいいよねっていう面は一つあるんですけども、そのボーカロイドって池澤さんの声が録音されているデータベースじゃないですか、でやっぱ人の声ってやっぱすごくエネルギーを持っていて、やっぱり財産だと僕は思ってるんですね。でそういうものをもちろん世界中の誰の声も全部ボーカロイドとかそういうデータベースで取っておけるかって、そんなことはさすがに難しいので、せっかく、作らせていただいて池澤さんのデータベースをやっぱり、まあ、後世に残したいっていうのもあって、まあ、引き受けたっていうのもありますね。文化遺産みたいな扱いになって、いや声遺産ですよ本当になかなか残せないですから ね、 ね、そうなんかいろいろもうお会いできなくなってしまった先輩方もいらっしゃいますけど、それでもやっぱり作品を見るとね、ちゃんとそこにいてくださるから、こうやって私たちは残っていくことができる、で聞いてくれた人の心の中にもちゃんと残っていけるから、ある意味そういう意味では死なないなって思います。植木仁さんのボーカロイドとかね、ヤマハさんがまあ作ってきましたけど、まあ、頑張ればできあのなお亡くなりになった方の声も作れなくもないんですけども、やっぱりすごく難しいので、やっぱりその方がきちんとこう出せる時に、まあ、取っておきたいっていうのはありますね。まあ、そういう方たくさんいらっしゃるんですけど、まずは奈々さんから。そうですね、はい、キクさん静かだね、もうあの眠くなってない、大丈夫大丈夫、あのちょくちょく居眠りしてるこれ見えないのずるいよな。そうなの、こう見てるようで視線はもうガン見してるかもしれないけど、ケッザンはあるな、かわいいな、これ綺麗だな、この女って、ここまで見えるんだもんな。そうギリ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 、ね、ここまでこの角度だとちょうどギリギリ見れます。怖い、不気配は感じる、すごく気配を感じる。これで見えるんだ、これで超今目が合ってますよ。へえ、全然わかんない。はい、岡田さんが見してもしょうがないよ、ね、なんか真面目な話になってしまいました。役得。なんかこのボーカロイドマクネナナさんとかに関して、逆に今見てくださってる皆さんから聞きたいこととかもあれば、はい、そうですね、コメントはちょうどそうですね、後で読めないのです、まとまって、拾って後ほどの質問に答えようコーナーでいろいろお聞きしたいと思いますので、今のうちにあの池澤さんに聞きたいこととか、そうですね、書いておいていただけると後でじゃあ、はい、お話しします。はい、池澤ボイスで癒されるって来てますよ。そうですね、そう、なんか私自分の声を、まあ、自分の CD とかをどうしても聞かなきゃいけないじゃないですか、作っていく過程で何回も本当にもう甘いんですよね、ベタベタに甘いんですよね。でもそれってその声の中のどういう成分で甘いっていう認識になるのかがわからないわけじゃないですか。例えば低いとかっこいいとか、はい、なんかあのハスキーだとかっこいいとかはあるにしても、なんか脳の判断するところってすごく不思議で、ただ私の声は紛れもなくすごく甘いんですよ。甘いのって何なんだろうなとか考えながら聞いていくと、だんだん面白くなってきますね。あの人を判断する、また真面目な話になったんですけども、その一つはある程度はその解明をされてて、例えばそのちょっと微濁音になってますとか、それからスピードがそんなに速くない、
それからいわゆるそのアタックっていう最初の音に出し音を出した時にどのくらい立ち上がりが早いか遅いかっていうのがあるんですけども、うん、それがそんなに早くないっていうのは比較的その甘い声になりやすいですね。私はあと倍音がいっぱい声についているんですって、はい、なので重ねていくとどんどんこう馴染みが良くなっていく、うん、ダブルとかで歌うとちょっとすごい不思議な真ん中にふわっといるみたいな不思議な感じになったりして、それも同じものを重ねるんではなくてやっぱ2回歌ってちょっとしたそのズレみたいなものが厚みになって聞こえてくるのとかも面白いですよね。しかし倍音はですね、はい、池澤さんの倍音は多分ものすごい綺麗だと思うんですよ、うん、倍音って人によって全く違うので、重ねた時に汚い方もたくさんいらっしゃるんですよね。あ、そっか、倍音にも質がいろいろな質があるわけですね。倍音って本当に単純に倍の音が重なってるわけではなくて、うん、本当にまあ、倍もあれば倍じゃない周波数もあればいろいろ重なってるんですけども、それがその重なった時に綺麗に重なる人と重ならない人が正直いらっしゃる。俺なんかダメそうだな。ダミ声系の人はすごいバラバラな周波数なのが飛んでるので重ねると汚いっていうのが正直あります。ダミ声だとディスられました。確かにね、僕は録音した周その波がやっぱ人より太いんですよね、だからこそ多分プロレスで試合してても喋ると奥まで届くっていう、うん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 、よく通るねって言われるんですけどね。まあエネルギーがあるんでね、そこは。私はなんか自分のイメージとしては自分の横に何個かこうファンケルをファンネルをつけてるから、ファンケルつけてどうするんだ。ファンケル。ここにサプリメントが飛んじゃうことになる。ファンネルをつけてるようなイメージですね。うん、声もだから面白いですよね。人それぞれで全然違って。そうやっていけば、この時この声を出そうって自然にできるようになってくるんで。うん、だから僕なんかやっぱこう作ってプロレスラーだからチンピラ役とか声優でも多いんですね、うん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 、で、おいこの野郎みたいなやつをよくやるんですけど、うん、それが例えば事務所でゼミに出てて、じゃあ菊太郎さんこのオカマキャラやってくださいみたいな風になってやってみても、うん、もうね剣がペラペラなのが自分でわかるっていうかな。ヒノキの棒みたいな。そう、あれ途端にそこそこあれ銅の剣か鋼の剣になったぐらいなのに、あれなんでヒノキの棒に変わってんだみたいなのが自分でよく分かってきたっていうのは、やっぱ喋ってるから自分の耳が良くなったんでしょうね、はい、最初は分かんないんですよ。だから皆さんも歌ってったり喋ってったりすると、あ、これ今滑舌滑ったなとか多分分かるようになってくるから、逆に面白いんじゃないかなと。あと普通の方と圧倒的に違うのは、自分の声ってやっぱ内側から出てくる声って内側の響きを伴ってるので、うん、全然他の人が聞いてる声と違うんですよね。そうですね。だからそれを録音をちゃんとしたものを客観的に聞く、うん、そうすると今喋ってる声と実際に撮られている声のこのギャップを埋めることが意識の中でできるんですよ、うんうんうん、それができないとなんかこうずれたところに的をどんどん当ててっちゃっているので、 そこの感覚はあるかもしれない。またずれる時があります。それはね、とてもいろんな方にお話しするんですけども、うん、特に声優さんとか、歌手の方とかは自分の声を録音して聞くっていうのはどうしても必須になるので、うんうん、そうやられている方はもちろんいらっしゃるんですけども、例えば自分もそうなんですが、その人前でプレゼンをしなくちゃいけない職業の方って結構いらっしゃると思うんですよね、うん、でも大体私もそうなんですけど、やっぱり人前で喋るのとかプレゼンとかってめっちゃ苦手なんですよ、うん、特に嫌なんですけども、うん、ただ自分の声をこうやって喋った時にこう相手には聞こえるんだっていうのが分かるだけで、どうやって喋ったらいいかっていうのが自分でやっぱりコントロールできるようになるので、別に声優さんみたいに声を鍛えるんじゃなくて、自分の声が人にどう届いているかは把握していた方がいいよっていう話はいろんな方にやっぱしますね。だから声優になりたいですっていう方の前でお話をさせていただいたりするときは、ね、私は朗読をやってみてくださいと。朗読って一人でできる一番こう小さなお芝居の形なので、そうですね、漫画読んでても声に出して読むっていう、うん、でそれを録音して聞いてみるとすごく分かりやすいですよっていうのはよくお話はしています。
ためになる声優講座みたいな、ね、ここでじゃあちょっとネタ言っとこうか、はい、ネタ、はい、そういうことあるじゃないですか、うん、であの食事会してたらね、試合後に食事会してたら、うん、あのお母さんがバーって来て、うん、太郎さんね声優やってるんだってって言われて、うん、おーやってますよって、あの さっき他の人から聞いたんだけど、あの、ね、うちの息子がね、うん、声優になりたがってるから、うん、あのもう上京させようか大阪の、うん、学校行かせるどっちの方がいいかしらと、あ、まあまあそれはねやっぱあの東京の方があの仕事も多いですし、うん、っていう話をしたりとか、うん、あのかといって専門学校を出たからといってすぐにお仕事できるわけではなく、多分そこで受かった事務所の養成所に入って、うん、そこからさらにもう一段階踏まないとやっぱだいぶきついですよとか話して、ありがとうありがとうって言った後にお母さんが、もうねうちの息子ね、あの吉本の諸見里みたいな喋り方ののって、おーおーっていう頑張ってくださいって、もうすごく尊敬してる声優さんがいるから、あのブシロードさんのなんかあの響きってオフィスに入りたいみたいで、あそうなんですか頑張ってくださいって言った後、たまたまこうエゴサーチしてたらあのなんか出てきて引っかかったのに、今日母さんがあの菊太郎と喋って声優やってるらしい、わらわらわらって書いてあってで見ると、もうただあの徳井さんが、うん、あの大好きですっていうアカウントで、お前ただ好きなアイドルの事務所に入りたいだけじゃねえかっていう、諸見里と比べんなっていう、お母さんいい人だったのにね、子供のためにいろいろ真剣に考えてくれてたのにね、ね、残念でしたね。彼は今どうしてらっしゃるんですかね。諸見里学校行ってんすかね。ダメ出されて落ち込んでんじゃないかな。今若い子ダメ出されたらすぐ落ち込むでしょう。でも早めにダメ出しされないと、早めにダメ出しされなきゃいけないのに、そこで恥かいてこそ現場で通じるのに、なんかねやっぱ一貫して教えてる先生たちの話聞くと、みんなダメ出しされると逆に切れたりするっつって、自分そうやって今日これすごい考えてきたのに、そうやって言われたら思わなかったっすとか言って、やっぱ若い子一個の失敗が全てもう今後立ち直れないこと、恥ずかしいことだと思ってるみたいで、いや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 、そこで恥かいてなんぼですよっていう、ね、現場だとね普通に あの人はもう使えないので言わないよ、そうですよ、現場に出てから失敗したらイコールそれこそ本当に次使ってもらえる、うん、強いては、あー菊太郎呼んであんなんだったから RME のやつらみんなそうかみたいなのに、他の先輩とか後輩の仕事も今後来なくなっちゃうからね、大変ですよ ね現場出ると先にね怒ってもらう人が周りにいるのはすごくいいことだと私思います よ、はい、なんだこの逆にまたいい話、ね、はい、でも声優目指してる人は本当そうですよ、そうです、ね、あの本当にお母さん自体がもうなんていうんですか、何々学院とかであの、うん、何々アナウンス校とかで声優かとか言って出た瞬間からもうバンバン稼いでアイドルになってって思ってる人がかなり多いんで、うんうん、そこであの慣れバンバン行ける人って超天才なわけであって、あのなかなかいないよっていう、私はちょっときつい方になってしまうけど、どうやっても何があっても絶対声優になりたいんですっていう方に言われた時に、じゃあその何があってもの中に、じゃああなたが40、50になってコンビニでアルバイトをしながらいつ来るかわからない外野の仕事をずっと待っているっていう現状もちょっと想像して入れといてください、そうですねって言っちゃう、それでもやめられない、はい、それでも好きなんだ、それでもここに一生かけたいんだ、いあの待ってれば絶対目は出るかもしれない、でも待たなかったらもう絶対出ない、それだけは決まってしまう、だからどんだけ可能性が少なくてもそこで待ってたいんだよっていう、それがどれだけ何があっても絶対になりたいっていうことですからねって言ってしまって、ちょっと意地悪だなとは思うんですけれども、でもそういうことですよね。そういうことですね。だってね、あの天才で当たり前の職場なんすよ。うん、あの本当にあのスタジオの中に入れる限られた人って、うん、僕なんかどっちかっていうと異端で入ってきてるからね。みんながあまりにも戦わなきゃいけないし、軽々とやっていることがどうして自分にできないんだろうと思うことはあるよね。うん、ある。やっぱ僕とか東京ドームとかもプロレスでは試合してるわけでしょ、うんうん、別に東京ドーム上がったって何の緊張もしないわけですよ。でも狭いブースの中ね、僕デビューの時池田さんが出てるアニメでいろいろすごい面倒見ていただいたんですけど、もう本当にあの僕は最初別撮りだったのに、うん、あのもう大丈夫ですかっつって、あのもう本当いやってなりつつ、2回目の時も池田さん出てて、その時はもう一緒に入れていただいてるから、
ひだらさん大丈夫ですかって言って、東京ドームの方があの緊張しますマシですっていうぐらい緊張したりしたんで、やっぱその中でやっぱね、一線の人たちの邪魔もせずちゃんと自分の仕事もこなさなきゃいけないから超難しい仕事ですよ、ね、うん、でも超面白い、面白い、何にでもなれるもん、ね、うん、だからロボット乗りてえって言ってるんですけどね僕はロボット乗ってるやつでもチンピラだったじゃないですか、福山潤芝く役でデビューしてますからわざ叫ぶのも気持ちいいですし、悪役も気持ちいいですよ。普段だって日常生活で言ったらまず警察にご厄介になるようなことが堂々と言えるんですよ悪役だと、てめえをぶっ殺してやるみたいなのも言えますからね、うんうん、僕もちょっとだけナレーションの仕事をさせていただいたことあるんですよ、はいはい、あの CM とかの、うん、めっちゃ緊張しますねあれね、本当に、うんうんうん、で多分僕は初めてやった撮りの時は多分40テイクぐらいやったんじゃないですかね、うん、めっちゃもう何回もやって、だんだんなんか考えが一周しちゃって分かんなくなってくるんですよね、うん、そうするとだんだんわけわかんないことをやり始めて、で最終的に最初のテイクを使ったりするんですよね。あ、そうですね、うん、結局あの3つ目のやつだったと思います、うん、はい、でもそこまで40回重ねたからこそ3回目がいいってことが分かる、だと思うんですけどね、はい、うん、そう、なんかそれぞれセリフはセリフで面白いし、ナレーションはナレーションで面白いし、うん、絵画とかもまた違うし、いろいろそれぞれあって、絵画の種類でも違うんですよね。そうなんですよ、ドラマなのか映画なのか、アメリカのアクションとかだと僕なんか超やりやすいんですよ、うん、はいはいはい、でもフランスの文芸作品とかだとね、あーもうみたいなあと中国語とか韓国語のやつは短いから、あの、うん、そうだよねが、えみたいなんで終わっちゃうからそこにバッと入れなきゃいけないし、あと今日は池澤春菜さんが来てくれたんだっていうことだけでも、今日は池澤春菜さんが来てくれたんだみたいな風にパクが違うから変えなきゃいけない、ちょっと不自然になったりとか、韓国語は原音聞きながらやってると破裂音が多いので、はい、なんか日本語もちょっと強くなってきちゃうんですよね、つられてなんとかなんとかだみたいな、最後がピシッピッと破裂音で終わることが多いから、はいはい、なんか日本語もつられて語調が強くなるというか、うん、なんかテキパキしちゃうんですよね。なるほど。で中国語はね、声が高くなる、なんだろう、中国語の吹き替えとかって結構皆さん原音が高いことが多くないですか。多いです。なんだろうね、あれ。だから若干意外と僕中国語もやってるんで、うん、表にはあんまり出てないですけど、やったりしてるんで、なんかですね、全然違う番組だった。脱線がないどころかためになるんだけど、これ本当に HS 生放送か言われてますけどね嘘、ちゃんと普通は普段の俺に戻そうかって言われちゃうとか、いやいやいや、だいたい HS 公式生放送は最後にあのね、あのイブを露出してバンされて終わるで、おなじみですから、終わらないから、はい、ただ今日は女性が来てるのでやりませんけど、次回はもうバンバンですよ、もうじゃあこうためになる話をもうちょっと、いやいや、じゃあボーカロイドにこう、まあ言うてもね、僕はあのそんな売れてないですけどね、いや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 、それでもやっぱそこにあの1年に1回とかでもアニメに呼ばれることはすっごい大変なことなんですよ。そうですよ。そしてお金をいただいて、はい、他の人にはできないことをするわけですから、はい、プロですよ、うん、あの放送始まる前に打ち合わせをさせていただいたときに、はい、その池澤さんの、マネージャーさんといろいろちょっと、うん、あの音声合成について実はお話をさせていただいて、あの美人マネージャーと、うん、そうなんですよ、超美人だった、超美人、うん、一応美人、美人なマネージャーだったなっていうぐらい美人だったよですよね、うん、で、どういう方が音声合成、まあ、ボーカロイドだったりとかそういうのになれるんですかっていう話をしたので、うんうん、あのいやまず収録に耐えられる方ですねっていう話をしましてですね、そうか、すごい歌うしね、しかもちょっと私どういうことかよく分からなかったんですよね、うん、耐えられるってどういう、逃げ出す、泣きながら逃げ出すみたいな、いやー、まあ、まずもちろん声が音声合成に、うん、まあ、多分できるでしょうっていう、うん、例えばその、ハスキーじゃなかったりとか、うん、いろいろそういう倍音的なところとかあるんですけども、まずそういうところをクリアした方で、あ、この人だったらボーカロイドにできそうだなっていうのがあるんですね、うん、まだそのボーカロイド万能じゃないのでみんなの声できるわけじゃないんですけども、じゃあ例えば新しくボーカロイドを一キャラ作りましょうってなった時って、はい、まずじゃあ最初に作るものは何ですか、イラスト、絵ですか、キャラクター、それは会社さんによって全然違くて、うんうん、うちも例えばその
他の会社さんと一緒にやりましょうって言った時は、例えば最初にキャラクターができたりとかするんですが、我々はあの声を作り始めるのが多いですね。こういう声を作りたいですね、その声に合ったキャラクターを後でっていうのが、まあ、うちの場合は、まあ、多いですけども、うん、ゆずきゆかりを作られたあのボカロマケツさんっていうところが多分一番あのそういうのを公開をされてるんですが、うんうん、まず声をどういうのを作りたいか、はい、で声どその声を実現するための、型を選ぶ。それはオーディションみたいに。そうですね、オーディションで選んでます。あの更衣室として近い方とかイメージに合う方を何人かピックアップして、ね、はい、まあ、テストで撮らせていただいて、はい、じゃあその段階でボーカロイドに向く声向かない声とかを判断していくわけですね。我々はヒットポイントとかを見るんじゃないですか。あれヒットポイントだってね、切りやすいかどうか。それはありますね。ボーカロイドの収録といえば皆さん知らないと思いますけど、もうすっぱたかに白を背負って一枚をまとってこっから、ね、富士の風穴での中にある滝でこうやって打たれながら周りの人たちにいるおばあちゃんたちがってやって声を移す作業をするんですから。魂が魂がこもりすぎ、ね、静岡の山で、そう寒かったね。で、今のゆずきゆかりはあのボカロマケツさんの例を取りましたけど、うん、我々はあの技術側なので、うん、ボカロマケツがそういうことをされて、我々はそれをボーカロイドにできそうかできなさそうかっていうのだけ我々が判断させていただいて、うん、で、マケツさんの場合はそこから声ができて、うん、それからキャラクターを考えて、うん、名前を考えてっていうことをされてましたね。じゃあボカロになる声ならない声ってのどういう違いがあるんですか。やっぱりその倍音的なところが非常に多くて、まあ、簡単に言えばハスキー的なところは今ものすごく多分できないことが多いです。じゃあクリアな声の方が向いている。まだすごい単純に分けるとクリアな方がまだ、うん、やりやすいです、うんうんうん、ただ先ほどそのマネージャーさんといろいろお話しさせていただいたときにクリアな声でも、うん、歌ったときに低音と高音が同時に出る方って意外といらっしゃるんです、特に女性の方で。へえ、ホーミーみたいな感じですね。いや、そこまでじゃないですけど、うん、よくその成分聞くと、あ、高音も低音も同時に出てるなっていう声質の方って結構いらっしゃって、うんうんうん、でそういう方はさすがにちょっとまだ難しいですね。へえ、合成したときにちょっとよろしくない結果になるっていう。濁っちゃうみたいな、ね、声はすごい綺麗なんですけど、うんうん、っていうのとかいろいろあったりします、ね、撮ってみて音として分析しないと分かんないですね。まあ、そうですね、うん、なのでみんなもね、自分の声がどんな波形してるのかを一回撮ってみると面白いよ。こんな細い人もいればブワーッとこうなってる人もいるし、そうですね、僕みたいにこんな人もいるし、うん、面白いですね、うん、でそこからはやっぱり池澤さんももう何回も、やっていただいて、収録のところ、うん、イエーイイエーイってジャバ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 、 そうですよ、その収録がやっぱりすごい大変で、うん、っていう話を先ほどしてたんですけども、池澤さんの場合は多分普通の人の3倍以上早い。でもほら霊力が他の人の収録を見たことがないから、あ、分かんない自分が何なのか。すごく3倍早い、本当もう結構時間かかるんですけど、うん、それが多分3倍ぐらい、多分赤いんですよ。赤いの、多分赤い水星が角も生えてる、実は。もしくは緑色のこんなやつに乗ってるな。ね、名前がブランドの名前と一緒だから、ララースーン専用モビルアーマーっていう名前でしかプロモデルが出せないんで、なんとかってやつね。そうですよ、うん、ビットが飛んでくるやつ、そうです、はい。でも途中でおやつを食べたべ、もう大体、いやでも早いといってもやっぱり大変ですよね。大変ですね、なんかね、チャクラが開きました。悟りを本当に開きそうになって、で結構こうブロックでまとめて、どのぐらいかな、集中力の限界までやってちょっとおやつを食べて休んでってなるんですけど、後半の方になってくると多分ちょっと酸欠もあるんでしょうね。あ、なんかわけのわからない境地にシンガーズハイみたいな不思議なとこに入ってくんですよね。ってね、もう自動音声みたいな、一枚行ってめくって次をやってめくって次は終わってるみたいな感じになってますね。もうあれですよ、もうね、ガンダーラの大ライオン寺にもう行ってるわけですよ。もう精神は到達して、もう今日をもらってるわけですよ。
そのぐらいになると。で、ハッと地上に帰ってくると終わってるんです。あ、そして終わっている、うん。お釈迦様ありがとうっていう。そう、お経、そう、お経に近いかもしれない。お経に近いですね、確かに。同じ音で、意味があるようなないような、意味はあるけれどもつながりとしてないようなことをこうずっとやっているお経だ。うん、近いですね。それをクリアしていただいて、うん、マクネナナは出来上がったと、うん、それをクリアできないと本当にできないっていう。英語大変でした。でもさすがに大変ですよね。英語は発音とかもチェックしながらなので、ね、音として良くても発音としてダメだったら取り直しになる。パーティー行かなあかんねん、パーティー行かなあかんねんつってこれをな、パーティー行かなあかんねん、こうしてな、こうしてこうみたいな、ね、どん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 全然英語やないパーティーだけパーティー行かなあかんねん。パーティーもカタカナやないかそう、でもそれ以上に大変だった収録があるんです。何ですか？中国語。あ、中国語、うん、はい、中国語は多分中国語全体で取らなきゃいけないものの6分の1ぐらいしか取ってないのに一番時間かかってますね。まあ、テストでとりあえずね、そうです、やらせてもらって、試しに中国語でもうできるかみたいなので、本当に限られた様子だけ試しに撮ってみたんですけど、それだけでも、まあ、あれですよね、あのボーカルド3の時ですよね、うん、ね、まあ結局あのテストで終了しているので、はい、世の中的にはお目見えはしていないのですが、そうですね、でもまあいつかね、それこそ中国の方とかもボーカロイド使ってくださっている方ずいぶんいらっしゃるようなので、ね、中国語版とか各国の言葉でね出せたりしたら面白いなと思いますね、うん、あ、マクネナプロジェクトさん大変だよね。タガログ語やりましょう。タガログ語、タガログ語、それはフィリピンで大丈夫、それはね、ヤマハさんにタガログ語対応させていただかないと、タガログ語の原稿をまず作っていただかないと。そうそう、でも今対応しているのが、あと残りはあと中国語、うん、韓国語、うんうん、それからスペイン語が、うん、まあ、できますので、うん、スペイン語とかヒンドゥー語もやった方がいいんじゃないのやっぱ人口多いし。でもヒンドゥー語やるんだったら、ほらあそこいっぱい言葉あるから、こっちもこっちもになるかもよ、うん、そうなんだ。ヒンドゥー語だったら英語でいいよって話に多分なるんですよ、うんうんうん、そうかそうかそうか、英語喋れるもんね。フレンチナナさんとかも素敵かもね。そうですね、フランス語は、あ、フランスはね、日本のことも大好きだし、フランス語とかドイツ語とかはヤマハさんも結構あの、まあ、うちもやってよやってよって話は結構してるんですけど、うん、なかなか今のところ実現はできてない。ささやきさんというキャラがいるんですけど、はい、マクネケには、はい、あのプチが変身した魔法少女なんですが、ささやきさんフランス語バージョンとか素敵そう。仕事増えたよあと俺もやって、もう You ボイスロイドもやっちゃいなよあのね、クラウドな力使って、うん、うんうんうん、ボイスロイドもやっちゃいなよ。なんか仕事増えたよボイスロイド やっちゃおうよ、プロジェクトさん。増えたの仕事ならいいけど、手間だけじゃないかな、増えてる仕事になるかな、ちゃんと。いや、みんなの創作の幅が広がるぜ、ね、うん、まあ、まずはあれですね、ボーカロイド4を、ね、まず発売して、ね、発売してっていうところですかね、うん、はい、英語の受けが良いといいな。というわけでもう、はい、9時25分になってるわけですけど、はい、実は今回は池澤さんってこんな人ですっていうのをアピールしていただこうっていうのが実は台本に一番載ってたりするんですが、はい、実はそうじゃない話をずっとしてしまいましたが、してきてですね、でもなんとなく薄々みんな分かってる気はする、もう今までの話で。でも池澤さんって何者っていうのは多分一番こう分からない部分じゃないかなと思うんですけどね。あの、え、この方は本当に声優なの？声優なんですけど、うん、私も最近ちょっと疑ってる君がやってきた恋愛シミュレーションゲームにも出てるぞ。うん、でも何やってましたっけ、君キスですよね。君キスはこの人とか出てるから僕恥ずかしくてできませんでしたもう最近ね、そういうの昔は結構やったんですよ、恋愛シミュレーション。あ、面白いなこれっつって、トルーラブストーリーぐらいまでやったんですけど、その後からね、もうね、あの、知ってる人出てるから恥ずかしくてできないっていう状態が続いてます。そうそうそう、だからね、ゲームはね、俺4人いるよっつって、君キスぐらい多分 4,5 人ぐらい僕知ってる人がいるから、ゲームはね、喋らないでほしい、ゲームは喋らないでほしい本当に。あ、こんな、こんな自分でやっといてなんだけどっていうね、わかる、うん、まあでも一応声優です。はい、はい、エッセンド号とかね、はい、そしてあれですよね、ギリシャ生まれ、はい、そうですよ、
大体まずそこから来る。前回もギリシャ生まれなんですかっていう話でもさせていただいたんですが、だセイントなんですよ。なんかそうだからアテナです、ギリシャ生まれです。こういうの家にありますっていうと、ああだからって何かを納得されることが多いんですけど、みんな何を納得してるんですかね。多分この雰囲気と顔と声と、うん、あギリシャなのかな、アテナなんだみたいな。やっぱ家からの金色のこういうの持ってきたからよかったっていやあれは悪い人たちに取られないように隠しておかないといけませんから。そう、ね、そうギリシャで生まれたのはギリシャで3歳ぐらいまでいたのかな。でクロスがおもちゃがあるんですよ。その後は結構いろんなところをうろうろとしていて、はいはい、南の島ミクロネシアのポンペイ島というところが、あの火山でおなじみの、あ、そう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 、が田舎みたいなところだったので、子供の時夏休みはポンペイ島に毎年。多分今ねフローネ見てる方はどこだって、うん、多分今 Google マップ開いてますね。ほんとミクロネシアのど真ん中の海の大西洋のど真ん中の、そうですね、太平洋、パッと見てもここら辺っていうのはパッと言えないですもんね、うん、あれは、うん、そこによく1ヶ月とか2ヶ月とか行ってて、あの朝船で無人島に送ってもらって、ね、1日無人島で遊んで、で夕方日が沈む頃にまたお船で迎えに来てもらうみたいな。毒蛇に噛まれたらどうするんだ。大丈夫、無人島だからいない、誰かが持ってこない。あの本当にサンゴ礁のビーチだけの島みたいな感じ。ビーチだけの島にミクロネシアってどこだ、ヤシの木が数本とバンガローがあるみたいなところ、うん、これは池田さんに教えてもらった方が早い。池田さんどの辺ですか。ちょっとパソコン出してもらっていいですか。もっと下の方とか、ね、もっと下の方ですか。てかググこれでポンペイ、あ、そうね、ポンペイ、ポンペイって入れればいいんだ、ね、それにポンペイって入れるとあのイタリアが出そうな気がする。あ、出た出た、あ、出た、このね、これこれ2番目。そう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 。ここだそうです。あ、違う。ああ、いいんだ。これでいいんですね。はい。これを拡大すればいい。あ、拡大縮小すればいい。これをゴロ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 とちっちゃくちっちゃくちっちゃくしていくと。どの辺が田舎ですか。これのでも、まあ全部ですね。全部ですか。全部が、これが池田さんの庭ですもん。そうですね。うちの島みたいなもんですね。さあ、これをぐぐぐっとちっちゃくちっちゃくしていくと、あ、なるほど。パプアニューギニアの北東。そうです。そっちの方に近い。もうこうです。はい。遠いなこれ。田舎遠いです。田舎遠いなこれ、ね、グアムだとどの辺、グアムもっとちっちゃい、グアムとかサイパンで乗り継ぎをしてってるか、小笠原だよ、小笠原だ、あ、来た来た、グアム来た、北マリアナ諸島、あ、なるほどね、グアムがここで、グアムかサイパンで乗り継ぎをしていくも、いつもここまで行っておりました。はい、すごく意外とこう小笠原と、小笠原結構遠いね、こうやって見ると、ね、グアムがこうそんな遠く離れてないっていう、しかも飛行機で行けないっていうね、うんうんうん、いやいやいや、じゃあそこってことはあれですね、日付変更線は越えないところですね。そうですね、でも赤道に近いので本当に南の島っていう感じのところです。1時間前ぐらいですか、どのぐらい。でも子供だったのであんまり分かんないんですよ ね、そういうのが。だってさ、日本帰るよりさ、オーストラリア行く方が近いじゃん。パプアニューギニアお隣みたいなところですね、もう ね。でもこの間はアメリカに留学してませんでしたっけ、なんか。そうです、それでまあまあ南の島によく、なので田舎だったので帰っていて、それで高校生ぐらいの時にイギリスとタイに留学をしています。しかもタイでバンコクじゃないですよね。はい、ヤラーっていう田舎に行ってんの。ものすごい田舎の方ですね。タイは意外と行ってますけど、パッと分かんないですね、場所が。今度はさあ、タイ王国、タイ王国行きましょう。斧の形をしてるって言われてるんですけど、はいはいはい、ここが刃の部分で、はい、ここが持ち手ですね。これで、よいしょ、これをグリ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 っていくと、バンコクがここです。はいはい。で、こっちの東北の方だと、まあいろいろ日本人に馴染みのあるようなところもあるんですけど、まあ、西側もね、あのプーケットがあったりとか、はいはいはい、でね、さらにどん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 行ってね、ここら辺なんだ、ここです。やらーしかも山の中だ。全然行ったことないわ。いいですか、南部ってこれだけ細いんですよ。もう斧の絵に例えられますからね。マレーシアのあれだ。で、南じゃないですか、うん、で、まあ、あの寒い島とかもあったりとか、パタンとかここら辺もプケットもありますよ。やらね、南部で唯一海のない県なの。何の取り柄もない。海ねえんだ。海ないんですよ。
山だ完全な、うん、唯一の名物は年に1回催される鳩祭り。鳩、鳩を飛ばすだけ。おのおのが自慢の鳩、公園に杭だけがいっぱい刺さっている謎の広場があるんです。ほう。そこにおのおのが自慢の鳩のカゴを持ってきて、その杭にぶら下げて一日こう鳴き声を聞いて過ごす、すごく地味な鳩祭り。ほう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 。でも私のマレー系の人が多いですね。そうですね、私の家の中では、多分あのホストファミリーの中では鳩の方が私より立場上でしたね。大事にされてた。確実にやつの方がいい豆を食べていた。お前これでも食ってろみたいな。私は残りの豆を食べていた。さすがにプーケットに南は行ったことないですね。ここはね、汽車でバンコクから20時間寝台列車でかかりますね。はい、あのいろいろな家畜と一緒の列車で行きました。最近タイに行くとレンタカーであの車で移動してるんですけど、はい、まあ、車だったら1日で行けそうな。あ、でも途中で高速終わっちゃうか。これ大変ですよ、遠いですよ。ソンクラとかからもうなさそうだな。大変ですよ。すごいね。はい、ここに行っておりました。でもあと数年経つと、あの ASEAN がある程度国境を開放するんで、いろんな国にも行けるようになりますよね。ああ、ユーロみたいになるんだ。今カンボジアとか行けないので、うん、なので、まあマレーシアの文化の方が割と色濃く出てる感じの、あのムスリムの方たちとかも多かったですし、あとね、どこまで行ったかな、なんか一瞬ベトナムの方とかも遊びに行ったり、あ違う、カンボジアとか、ここら辺川を越えてこっちの方も一瞬遊びに行ったりとかもしてたんですよね。まあ高校時代はタイに、タイだとイギリスに留学をからもいました。どうなったんですか、イギリスからは。イギリス、日本に帰ってきたんですか。イギリスがあのいじめられっ子だったんですね、私すごく。じゃあ、じゃあ行きましょう、イギリス。なかなか当時のいじめたやつで日本が辛かったんですよ。だからうちの春直つって、ちょっと海外行っちゃった方が楽かもしれないと思ってイギリスに行ったら、イギリスはとても本当に楽で楽しくって、うん、あ、これもう少しあの帰ってきたけど、もう少しやっぱ海外に出てたいっていうので、次になぜかタイに行かされてしまい、そこで生きるか死ぬかの大変な目に遭い、帰ってきたらもういじめられてるとかもどうでもよくなった、生きてることだけで十分みたいな、よくわからない強さを手に入れ、ゆえにいじめっ子たちがいじめる楽しみがなくなり、いじめられなくなったっていう不思議な強さを得て帰ってきました。え、それが高校ぐらい。そうです。大学は行って、大学は行ってたんだけども、高校の終わりぐらいからこのお仕事が始まっていたので、ほぼ行けなくなってしまって、で2年ぐらいの時に中退をしている、大学は、うん、なるほど、うん、必修取れないってなって、かといってお仕事を今断るのもなんか心苦しいとなり、だったら大学は私多分勉強したいことがあれば50になっても60になっても80になってももう一回戻るだろうから、今やりたいことを、お仕事をやりたいからそっちにしようと思って、そこで一個に決めた感じ。自立されてる。やっぱそのタイでの死ぬか生きるか、うん、山奥海もないところで鳩と共に、鳩と共、鳩のより下の地位で少しエラルキーは鳩の下、うん、徐々に池澤春菜という、ね、謎がだいぶ解明されてきたんじゃないですか、これ。でもびっくりしたのは、あの前回あの生放送出ていただいた後、あの私留学しますって言ってたと思うんですよね。そうですそうです。2年前の話だと思うんですけど、はい、アメリカとかに行ってらっしゃいましたっけ。アメリカに行ってました。うん。それは留学ですか。その前にオスカープロモーションというところにいたんですね。はいはい、でオスカーに11年間いて、でオスカーが私にできること、私がオスカーにできることっていう、そう両方のものを持ち寄ってそこにいたはずだったのが、もうそれがなんとなくちょっとこうずれてきちゃったかなっていうので事務所変わろう、うん、ただもろもろこの業界もいろいろありますから、半年間のフリープロテクト期間ってやつですね、はい、半年間のフリー期間を入れないといけない、で考えてみたら私フリーって初めてなんですよ、うん、それまでずっと高校生3年ぐらいからお仕事していて、生まれて初めてのフリーで全部自分で決めていいんですよ、うん、
まあ、お仕事の連絡とかスケジュールの調整とかはあのお手伝いはちゃんとしていただいてたんですけど、管理をしていただいてたんですけど、でも決定権が自分にあるっていうのが生まれて初めてだったんですね、はい、その半年間、はい、じゃあその半年に何がしたいだろうって考えたら、今まで事務所に所属している時って自分の時間は自分のものであって自分でない、全部事務所のものだから、何か自分でやりたい時は空いてたら行く。だからもう海外とか行く時も本当に直前で、あ、来週のここの仕事が飛んだってことは3日間空いた、台湾行けるとかだったんですよ。それを初めて自分で決定権を持ってたので、今まで言えなかったわがままが言いたいっていう時に出てきたのが留学だったんです。まあ、留学の間もあのお仕事はあったので、帰ってきてそれをやってまた向こうに行ったりとかはしてたんですけど、生々しいことを言うと25万帰ってきて10万いただいてまたアメリカに戻るみたいなマイナス15万で、ね、でもいいんです、いいんです。それでマイレージとのランクだけが上がっていくたまたまうちはあの母が再婚をしているんですけど、再婚している相手がアメリカ人で、アメリカにお家があるので、そのお家にホームステイではなく自分の家にいて、そこから学校に通った方がいろいろ楽だねっていうことで、うん、あの両親の家に住みながら学校に通っておりました。それは英語を習う学校みたいな。そうです、うん、だからね、クラスメイトいろんな国の人がいてすごい面白かったです、うん、サウジアラビアの人とか多かったですね。あ、やっぱ出しますもんね、英語を覚えさせたりとか。そう、あのそこの学校はサウジアラビアの政府とちゃんとこう業務提携みたいなのを結んでいたので、サウジの技術者の人とかがまずその学校に来て英語をしっかり学んだ後で、アメリカの工場とかいろんなとこでまた技術の勉強をしてサウジに持って帰るっていう。だからお金があるって、あ、こういう余裕があるってことなんだな、ちゃんと学ばせることができる国としてしっかりバックアップを、学びたいと思っている人たちにバックアップをさせることができるんだなっていうのはすごいあのいい国だなと思いました、うん、すごい。なんかどっかの国の人に聞かせてあげたいっていうのは置いといて、うん、であのいろいろもまた勉強されてきて、はい、お仕事されてるわけですけど、あの、まあ、時間も結構迫ってきたので、うん、やっぱり今後の池澤さん、これからどういう風になっていくか。私なんか今半分半分ぐらいにお仕事がなっていて、半分はもちろん声優なんですけど、もう半分は書き物なんですね。ほうほう、書き物すごく多いんですよ実は。なのでそれはよく周りからもどっちか一本にしないとダメだみたいなことは言われるんですけれども、うん、でも書き物ってひたすら自分の中に潜っていく作業で、自分しかいない、うん、自分とずっとなんかこう戦ってるみたいな感じなんですけど、それに疲れた時に外に出るお仕事があって、誰かと一緒にできたりとか、自分一人じゃないチームとして挑む仕事がある、うん、でもそれって自分自身ができるのにこの人ができないこととか、また逆に自分ができないことで足を引っ張っちゃったりとか、チームでやることの難しさもあるじゃないですか、うん、そういうのに疲れた時にまたこう書き物に戻ってきて、ひたすら自分に潜ってっていう、なんかそのバランスが今はすごくちょうどいいんですね、うん、だからそれは今後もまあいろいろ流れで変わっていくものなので、望んでもしょうがないことと頑張ってそっちに持っていかなきゃいけないことと両方あるとは思うんですけれども、はい、両方持っていけると私はいいかなと思っています。ただ声優に関してはこの間先輩と話してた時に、その先輩はすごいちゃんと野望を持ってたんです。もう俺は恥ずかしいとか言ってられないので言うけれども、夢はこれこれこういう仕事をすることだ、そのためにずっとここまでいろんな仕事をしてきてるから絶対そこに届かせたいと思ってるっていうのをちゃんと言ってらっしゃって、かっこいいなと思って、で私が考えた時に、じゃあ自分の声優としての夢って何なんだろうっていうのは今ちょっと分かんなくなっちゃってたんですね。やりたいと思ってたことは、それこそキクさんがプロレスでやりたいと思ってたことは全部叶えてきた。そうです、日本ではもう全部叶ってます。そうっていうように、じゃあ池澤春菜が声優としてやりたいなと思ってたことって、幸いなことにいろいろな機会をいただいてある程度できてしまっているから、でももう一回じゃあ自分は何をやりたいのか、何が好きなのか、これは書き出してみようかな
というふうに思っているところです。とりあえず100個書いてみようかと思うんです。100個、うん、で100個だとすごいちっちゃい夢も入ってくるじゃないですか、はい、あれが食べたいとかこれが欲しいとか、はい、ここに行きたいとか、はい、でもそのちっちゃいことを並べてってみると多分大きい流れが見えてくるんだと思うんですよね。あ、意外と私海外に出たいんだなかもしれないし、うん、なんか今の仕事をもっとこうしたいと思ってるんだなとか、そういう自分ではわからない自分の望みみたいなものが見えてくるような気がしているので、うん、今そのために実は一冊お帳面も買ってーノートも買って野望ノート、そう、そこにちゃんと書いてみようと思っているところです。書いたら叶う野望ノート、ノートまでいかないですけど、僕も野望ノートっていうかメモがあって、ね、で100もないんですけど、うん、毎年その中から選んで目標っていうのを、うん、あの自分の中だけじゃなくてツイッターで言ったりとかしていて、うんうんうん、結構それはくだらないことだったりするんですよ、うん、例えば去年だったら卵を片手で割れる、うん、生卵を片手で割れるようにするとか、かっこいい、今年の目標はアイスクリームを、あ、ごめん、ソフトクリームを、ま、うまく巻けるようになるなんですけど、去年は生卵を頑張って練習してできるようになった、うん、こうパーンってできるようになったんですけど、うん、なかなか今これできなくて、うん、今実はパートナーを募集中、え、でも僕が巻くからみんな食べ放題に、あ、そういうことか、そう、ね、なんか無駄にするの嫌じゃないですか、うん、なので自分がやって多分20回ぐらいやったらできるんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうんうん、っていうあれだよ、イベントで尾形さんがさ、うん、ソフトクリーム売ればいいんだよ、尾形の修行ソフトってソフトクリームのベチャーってグニャーってなったの、はいっつって、あ、でも2泊3日で1万円ぐらいで借りれるんですよ、うん、でなんかそのソフトクリームの中身も含めると2万円ぐらいで144食が作れるっていうのがあるんですけど、うん、じゃあもうそれを原価でほぼ原価で出しちゃえばいいんじゃないですか。いや、もう無料でいいよっていうのこう、ね、うん、とかいうのあるんですけど、144回やったら絶対うまくなると思うんですよね、うん、ね、っていうそこをメインにしちゃうと全然こう話がわけわかんない方向に行っちゃうんですけど、まあ僕もあの野望をこう書き出してて、やっぱりそこって書いていくと、あ、自分ってこういうことをやりたかったんだっていうのを改めて気づかされるというか、可視化って大事ですよ ね、文字にすることってすごく大事だと思う、うん、手で書くでもいいし何かにこうメモで打ち込んでもいいと思うんですけれども、はい、手で書くとなんかこう考える時間がより取れるじゃないですか、うん、書きながら、だからもうちょっと自分に近くなるかなっていう気がしていて、うん、で書いておくとパッとこう時間が空いた時とか何か別なことを考えて、あ、この時にこれができるじゃんっていうふうに思い出すんですよね、うんうん、でそれなんとなく考えているだけだと多分だん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 こう忘れ去られていって、うん、10年後ぐらいに思い出す、うん、あ、もうできないやみたいになっちゃうので、うん、書いておくことは結構重要かなと思いますね。やっぱりキクさんはね、そういう意味でもちゃんと自分が次に何をやりたいかを考えて決めて、うん、そのために動いてますもんね。そうですね、基本物欲に向かって動いたりとかしてきたんで、うん、絶対これ買うとかね、うんうんうん、そうやって動いてきたんで、その中で自分のそのやりたいこと、欲しいものっていうのがやっぱアメリカなんですよね、うんうん、キャンピングカーで回りてとか、うん、ね、車で回りてとか、アメリカ長期来てて、やっぱ WWA っていうね、うん、世界で一番大きい団体入りたいっていう目標もあったんで、あります、ね、はい、まあもう無理だと、もう40だから無理かもしれないけど、うん、これは無理だと思っても今やんないで、じじになってからあの時やっぱ行けばよかったなっていうぐらいだったら、行ってダメだよ、ダメだった、の方が諦めはつくし、そうね、いいなと思って、今より来年の方がもっと大変になるし、再来年はもっともっと大変になるし、今が一番簡単ですよ。そうですよ、うん、行ったらもうあとはもうのたれ死ぬか、あれですよ、尾形さんに我財布取って送金求むっていうカタカナのメッセージが送られてくるっていう、うん、ね、そしてなんか300円ぐらい送金される。そうですよ、やった、3ドル来たんですよ。そうですよ、じゃあビットコインで送ります、うん、そうです、ビットコイン換金ができない。そしてなんか変なハッキング来て全部ゼロになったよみたいな。むしろマイナスになっていく。そうですよ、皆さんもね、なんか野望は決めてみた方がいいです。そしたら野望のために動く日々が来るから、うん、でもそのためにしんどいことはあるかもしれないけど、そのしんどいことはその野望のためだったら実はしんどくなくなるんですよ。そうそう、あと、はい、すごく大変だなと思ってたことでも一個買ってそこに至るためには、じゃあ前段階として何をしなきゃいけない、でこの前段階でさらに何をしなきゃいけない、こう一個ずつ近づけててみると、一歩目は意外と簡単だな、で一歩進むと、あ、じゃあ二本目もそうするとここまで来ちゃったら楽だなとかでね、意外とつながっていく。 その間にね、自分のレベルが上がっていくから、うん、
あれこう橋渡ったらモンスター強いと思ったけどそうでもなかったぞみたいなことも起きるんで、うん、今やってみるのは本当大事ですよ。やりたいことをやれっていう、うん、その方が面白いやってみたもん勝ちですよ、はい、本当に。だからまず私は年内にそのお帳面をしっかり作ろうかなと思っています。だからね、皆さんも本当は作曲の才能とかあるかもしれない、うん、だ興味本位でマクネナナを買ってみたらあなたは将来あれですよ、あのすごい作曲家になってる恐れもありますよ。だって結構今だってね、ボーカロイドとかの曲作ってたりとかして上げてた人が今やもうそういうアイドルの曲書いたりする人とか多いじゃないですか。未だに全然楽譜も読めませんとかいう方いらっしゃるので、うんうん、単にピアノに向いてないとかだけで、そうなんですよ、楽器を変えればうまくいくこともあると思うんですよ。全然それとか本当に音符を並べていく能力はすごく高くてとかいう方もすごくいらっしゃるんで、うん、頭の中にメロディーはあるんだけどそれをどうやって出したらいいか分かんないっていうだけかもしれないしね、うんうん、こういうものが好きなんだっていうものがあるってことはもしかしたらそれを自分ならではの形で生み出すことができるかもしれない。そうなんですよね、うん、という感じでうまくまとまってまいりました、まとまりました。野望は決めてそれに向かってゴホ、はい、ということで、はい、そんな風に池澤さんも頑張ってますね、はい、みんなも日々頑張ってみましょうということで、はい、池澤春野さんにマクネナナのいろいろ聞いちゃうのコーナーでございました。ありがとうございます。さあというわけで今ね、はい、この時間で一番、うん、あのアベマ TV で一番濃い番組じゃないかって言われて、何よそろそろ出して終わらせるぞいやいやいや出さないでね、はい、はい、まさに本当に濃い番組だったなっつって。さあそれではですねいつものコーナー行ってみましょう。こちらのコーナーでーす。はい、というわけで、はい、今回はですねやっぱりボーカロイド4マクネナナが出ますので、はい、ミュージックメーカーっていうソフトを紹介しようかなと思っております。はい、これ先ほどちょうど作曲の話がありましたよね。実は曲作れるかもしれないみたいな話があったと思うんですけど、これでもかといってじゃあいきなり曲作れるかっていうとやっぱり皆さん精神的なハードルも高いし技術的なハードルも高いと思うんですよ。でもミュージックメーカーなら一発で曲作れるよっていうことをちょっとだけ紹介しますっていうやつなんですけど、誰でも簡単自動作曲ソングメーカー、はい、じゃあちょっと PC にしてください。はい、やってもらいましょう、はい、これすごいの、はいはい、PC になりました、はいはい、でソングメーカーって機能があるんですよ、うん、これポチッと押すと。ちなみに池澤さんこういうのいじったりします？これでもガレージバンドぐらい、そうマクネナナの時に頑張りました。これでなんかジャンルがいろいろあるんです。ジャズとかテクノとか、うんうん、ダンスとかチルアウトとかもあるよ。ダブステップとかエレクトロダブとか、うん、ヒップホップとかメタルとかムービー、これ映画音楽っぽい、まあ、ゲーム音楽っぽいやつなんですけど、うん、じゃあこういうの作ってみましょうって言って、はい、楽曲を作成ポチッで、ここであのイントロとか A メロサビとか何作りますか、うん、あと楽器選んでポチッとすると勝手に曲ができます、うんはい、やってみましょう。おかしいおかしいできてるおかしいできてる、はい大変すごい緊迫感が、ちょっと地球が終わろうとしているよ今、まあ、こんな感じで体に送られた春菜であったそこに待っていたのは海のない剣みたいな鳩より下のランクに落とされ果たしてここから脱出することはできるのか次回池澤やるねつって空を飛ぶみたいなじゃあちょっとあのテクノっぽいのの方がいいなと思ってよいしょ別なのしてみましょう。ビリビリできていく。はっ、まあこんなのができました。でこれあじゃあこれでいいやと思って楽しそう押しとして、うんまあ、これできますんで、うん、でここのところあいらないやと思ったらここポチって消したりとかで下にいっぱいこの音がいっぱい入ってるのででこれをこ こうピタッと貼ってあげるとかいろんなことができるで、これね端っこピュッとつまめばベーって伸ばしたりもできるんですよ。そうそうこれこここれループ音源だからこれで多分やっていくと音楽のがどういう風にこう重なってできているのかだったりとか、あとは自分が何が好きなのかが分かりますね。はい、あこの音質好きなんだなとかこのテンポとかこの曲調好きなんだなっていうのが
どんどん分かりますね、これ分かるんですよ、あとなんか入ってるやつを適当に並べてって、うん、ここでこれを追加してってやっていくと結構楽しいです、うん、そうなんですよ、うんうん、なので、まあ、先ほどの続きじゃないですけども、こういうのでもうちょっと遊んでみると、あ、もしかしたらこういうのに向いてるかもしれないというのがもしかしたら分かるかもしれない、まあ、結構なね、数のそういうループ音源は入ってるんですよ、いろんなジャンルの、ね、例えばこれ自分で映画を撮ってたりとか動画を撮ってたりする人が、はい、どうもこのシーンにぴったりの音楽が欲しいんだけどありものだと探せない、じゃあ自分で作っちゃおうとかもできるわけですもんね、そうですよ、はい、YouTuber とかにもぴったりですよ、ね、これ、はい、これあのだってこれで作ったものも著作権フリーなので、うんうんうん、使えますんで、すげえ、え、欲しい、じゃあ後ほど、え、これでも高いんでしょいい声出したぞいい声出したぞいい声出したぞ、仕事の声出したぞ、14,800円それでこれが買えちゃうの、これね、こうお安い、自動でね、作曲で、うん、14,800円これ10日の分です、すごいな、はいはい、すごいな、で、あの入ってるだけだと、うん、あのやつだけではもう物足りない、俺はもっといろんな音源が欲しいんだっていう方には、あのこっちだとね、ジャムバンドプラスですよね、はい、これ入ってるんですよね、これはね同じこれは同じか、中身は同じ、中身は同じでジャムバンドパックあるけど、ジャムバンドのおまけとかが入ってる、ね、別で AHS ではサウンドプールという、はい、いろんな音源が入ったシリーズも出ておりますので ね、うん、それでいろんな音、いろんなジャンル作れます、すげー、菊太郎さん、はい、AHS の回し物みたい、回し物なんですよ、そうそう回し物ですよ、回し物みたいでしょ、うん、というわけで、はい、3分間紹介コーナーでした、はい、はい、ぜひお買い求めください、はい、というわけで、セットで、はい、じゃあ、はい、みんなからの質問に答えようのコーナーですが、前回ですね、宮城県の、小十郎の里さんからですね、東北三姉妹というお米のセットのプレゼントを募集してたんですが、はい、さあこちらの当選者をまず発表したいと思います、ずんこ米の、当選者は KMTDEW さん、はい、これなんて読むの、これなんて読むかわからないので、クムトデューさんはい、クムトデューサー、はい、あなたに当たりました、多分、はい、AHS の超高性能 AI ボットがですね、あなたにリプライ飛ばしてきますので、うん、DM で、郵便番号、住所氏名電話番号を、DM で返信してください、くれぐれも、はい、リプライで返して個人情報をばらまかないでくださいはい、はい、お願いします、はい、というわけでございます、さらには、はい、本日は、プレゼントまた募集がございます、はいはい、こちらの後ろのですよね、はい、はい、こちらのマクネナナのポスターなんですけれども、池澤春菜さんのサインをお入れいたしまして、はい、3名様にプレゼントさせていただきます、マクネナナの長い歴史の中で初めて作ったポスター、はい、嬉しい、これは事務所にも貼ってもらうようさっき交渉したんです、そう、もう事務所の壁は全て何かのポスターでいっぱいになってる、その上から貼ってくれた、貼れるよね、大丈夫だよね、大丈夫だよねって言ってた、なんとか隙間作りますって言ってた、そうです、マネージャーが、はい、ありがたいです、さあこちらの、応募方法なんですけれども、はい、AHS の公式ツイッターアカウント @AHSOFT、うん、さあ @AH ソフトの、アカウントをフォローしていただきまして、 DM で、マクネナナさんのポスター欲しいですと送ってください、うん、その際にですね、生で見てる方にこの、合言葉が必要になります、はい、はい、合言葉は池澤さんに決めていただきたいと思います、今急に言われたんですけど、はい、合言葉、合言葉、じゃあ合言葉は世界進出、世界進出でございます、はい、はい、ということで世界進出のワードをですね、はい、入れまして DM してください、はい、これあの、ね、今初めてですね、はい、もう池澤さんの大ファンなんですけど、はい、AHS のアカウントフォローしてないんですってあなたは今すぐフォローして、リプライでですね、プレゼント応募したいんでフォローしてくださいって書くと、もう超高性能 AI ボットですから、もう自動的にもうフォローされますんで、うん、はい、ちなみに、応募はこの放送が生で終わる時まで、はい、はい、じゃあ、あと4分あ大丈夫です、4分でぶちっとは多分終わらないので、はい、はい、大丈夫です、はい、というわけで、なんか質問ありますか、ですね、いろいろ来てるんですが、はい、まずは今回のマクネナナのパッケージには X ボイスと MMD モデルはついてないです、はい、はい、それから、
ナナプチの好きなところはどこでしょう。ナナはおバカなところです。あのものすごい、なんだろう、用の部分しか持っていない子なんですよね。だからすごいおバカで元気で可愛いんですよ、とにかく。なんかそれがね、突き抜けているので、なんだろう、いわゆるヒロインキャラみたいな、ああいうあざといおバカさではなくって、多分本当におバカなんですよね。プチは逆にそのナナが持っていないマイナスの部分を全て結集したキャラクターです。なのであざといです。自分のやってることは大体分かっています。いろいろ把握しています。でナナより多分大人です。おそこが可愛いのです。はいはいはい。あとは弊社 の猫村いろはというボーカロイドがあるんですけども、こちらは、意外と見た目に反して声がしっかりしているいろはさん。先ほどキャラクターとかその音源とかどっちか作っていくんですか、うん、って話があったんですが、猫村いろははもともとずっと声を1年間ぐらい作っていて、うん、その後、まあ、サンリオさんから、オファーがありまして、じゃあ一緒にやりましょうって組み合わせた、うん、やり方ですね。はい。それから小笠原って船で5日ぐらいかからなかったっけ。2日ぐらいじゃなかったかな。でも1週間に1本とかしかないですよね。行くと1週間かかるんですよ、行って帰ってくる。そう小笠原に実はあの夜行キノコが生えるんですけど、グリーンペペという、それを一度でいいから見に行きたいんですけど、ちょっとハードルが高すぎて、海外に行くより小笠原に行く方が大変っていう。全くです、その通りです。あのしかも船が欠航しちゃう可能性があるので、そうするとね、何週間戻ってこられないか。そうなんですよ。でも一回行きたいんですよ。だから僕も行きたいんですけど、なかなか難しいですね。 C のともしびたけというのが生えるのです。さすがキノコ好き。はい。それから先ほどの、ミュージックメーカー著作権フリーってことですが、業務向けの曲を作ってもいいんですか。いいです、作ってください。すごい。はい。でもどっかにこのミュージックメーカーで作ったよってことを書いてくれたら嬉しいね。ですね。嬉しいね。嬉しい、嬉しいけど、とても嬉しい、ね。大丈夫。それは義務はないから。大丈夫。はい。そして、一番最後はこれは、はい、容姿抜きにしても池澤さん好きになった。ありがとうございます。結構中身はガチなんです。という感じですかね。今来ているのは。世の中だからもうたくさんコメントはいただいてるんですけども、はい、質問のような感じのものはこんな感じですかね、はい、はい。さあというわけで、じゃあ次回予告いきますか。そうですね。はい、以上、みんなからの質問に答えのコーナーでした。はい。次回はですね、12月1日の20時よりお送りいたします。はい。さあ次回はいよいよですね、アメリカに渡ってしまう私の最終回でございます。次回でお別れです。果たして次期の、ね、私の後釜のパーソナリティは一体誰になるのか。尾形さんが普通に席を移動してここに座るだけじゃないの。一人でね、YouTuber の生放送みたいに、それもそうカメラも一台だけになって、はい。というわけで次回はですね、菊太郎ちゃんさようなら、菊太郎の戦いはこれからだ、お送りいたします。はい。まあゲストも、来るかもしれないとのことでございますが、まあ約1時間ぐらいでちょっと終わるっていう。そうですね。はい。はい。はい。という、これをパッと終わらせて、あの盛大な打ち上げをしようということになっております。はい。打ち上げ来てもいいの？打ち上げで、打ち上げだけ。打ち上げだけで。なんかお選別で、かさばってなかなか捨てにくくて、これアメリカに持っていくのかよと思うような。そういうのやめて、そういう嫌がらせっていうか。すごい大量のふがしとか持っていく。もう段ボールで3箱分ぐらいのふがしを持ってくる。持ってけねえなっていう。船便で送っても相当かかるぞみたいな。はい。そうです。そうなんです。はい、もう寂しいわ、寂しくなるわ。はい。まあでもね、まあ、今日も放送前に家探したりしてましたけど、はい、ちょっと頑張っていかないで、もう今いいや、ね、気合いを入れてね、今ね、もうね、はい、毎日ね、ヤフオクに物を出品したりね。出品してゴミだと思ってたものにね、意外な値段が3万円ぐらいついたりして、マジかと思ったり、15年フィギュア寝かしたこと高くなるねと思って、僕の出したもののけフィギュアのフィギュアを出したんですよ、もうあっという間に1万5000円ぐらいになったら、あのよくよく見たら、パッて途中で見たら出てなかったはずのものが、同じものが出てて、要するに僕が出したことによって値段がつくって分かった業者が後から自分よりも早く終わるように仕掛けてきて、
自分のやつ2万1000円で落ちたんですよ。それ4万2000円で落ちた。この野郎業者ゴラーと思ってグヌヌヌって言って、今もまあカバン出したりしてるんですけど、ね、怖い怖い。あと eBay にあの、うん、Nintendo64DD を出品したりしてますレア物を、レア物はもう持っていけないからもう全部金にドルに変えてやる。もう菊太郎さんがアメリカでどうなるのか、やっぱり菊太郎ちゃん打ち切り漫画、うん、菊太郎ちゃん消えてしまう、うん、菊太郎ちゃんいいやつだったよ、いいやつだったねっていう、次回絶命して終わりますよ血を吐いてでもね、先ほどありましたけどね、やっぱりこう夢を、叶えるたびに、はい、菊太郎ちゃんついにアメリカに渡りますんで、そうです、皆さんで、はい、送り出す、うん、もう1月セスの時はラスベガスのもうホテル代が高いから岡田さん泊まる気満々早く家借りとけよっつってそのプレッシャーです。はい、お世話になってるもんね。どうかな、どうかな、どうかな、でも、はい、ほらあのみんなでアメリカに渡って向こうで生放送ができるように、そうですね、うん、ただその時ネットが通じてるから、ね、そうかそうかそうか、アメリカの会社って遅いじゃない。そうですね、で見るとね、はい、ラスベガスね1ギガの回線とかあるんだけど、うん、なんかね見るとねネガティブな意見しか入って、うんうん、全然繋がらねえとか、うん、じゃあ俺は一体どこのやつを見ればって、こう見るとね容量制限があるところもあったりして、ネットの繋がってない菊太郎さんなんてもうもう死ねって言われてる、ね、もう電磁波を浴びない菊太郎なんて ねもう池澤春菜が行った山奥なんかで送られた日にはもうつってもう絶命ですよ。もう鳩に埋もれて生きていくんですよ。そうです、ポー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 、廃人だ、廃人になっている。はい、というわけで次回は菊太郎ちゃん、さようなら、さようならスペシャル、12月1日20時からでございます。はい、というわけで、ここで、はい、池澤さんのなんか告知とかありますか。マネージャーに何も確認してないので今わからないです。じゃあツイッターとかで言います。ツイッターを見てください、はい、じゃあアットハルナセブンをフォローしてください皆さん、はい、はい、どんだけこの人が料理とかすごいの作れるかっていうのがたまにわかりますはい、そして菊太郎ちゃん告知コーナー、はい、私はですね、そうですね、あの試合が決まりました、うん、12月の9日でございます。シカゴで試合しますんで、うん、見に来てください。あれ無理か、その前にあるでしょ、その前に分かってますよ、はい、11月の28日が東京で最後の試合があるんですよ、はいはい、東京国連対抗業後楽園ホール大会、あのね仮面貴族ミル・マスカラス、あとドリー・ファンク・ジュニア、チャボ・ゲレロ参戦ということでね、ザ・グレート歌舞伎とかね、はい、あとドラゴンゲートからシーマも参戦しますんでね、それは菊太郎さんを見送る会なんですね。でもないですけど、まあ、一応まあ走行試合もあるんで、うん、はい、ぜひですね、11月28日東京グレン対後楽園ホール大会でございます。あのチケットピアでねチケット売ってますんで、もしくは DM であの私もあのリプライしてくれればあのもう毎日あのスパムのように私がねあのチケットのアドレス上げてますんで、そこに送ってくれれば予約取れますんで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さあ続いて HS 告知コーナーでございます。はい、まずはですね、ベルフォーカスっていう皆さん、はい、はいはい、覚えてますか？うん、リンガーハットとかでね、はい、あのよく高速とかで、うん、じゃあこれ俺あの酢豚うどん定食とかやって頼むと、うん、こうピーピーなるやつもらうじゃない。で、はい、自分のができたらピーってなってピカって飛び上がるやつ、あれをあれにね液晶がついて、うん、あのなんか見れるんですよ、スマホみたいなのがあるんですよ。ほうほうほう、でしかもそれに柚木ゆかりさんが採用になってるんですよ。へえ、はい、そのベルフォーカスが、はい、ベルフォーカスがですね、はい、ついに、まあ、イオンさんに正式を採用されたっていう話までは多分前回あ、まあはいはい、何回か前にお知らせしたと思うんですけど、はい、ついにベルフォーカス自体がバージョンアップしましてですね、うん、さらにいろんな機能がつくようになります、うん、っていうのまで言っていいよって言われたので、来年からベルフォーカスはかなりいろんなところに置かれるんではないか。どんな機能がついたんだよそれ、まあ、まずタッチパネルになるっていうのまでは言っていいって言われたので、まあ、そこで今度はもともとそのベルフォーカスさんと一緒にやるようになったって、じゃあそこでいろいろ広告が流れるんですよ待ってる間に、うん、でそこで、まあ、例えば AHS の話もそこでできたりとかっていう話があったんですけど、いよいよ来年からそういうことができるんじゃないかなっていうところで、こういうご期待というところですね。マクネナナさんもいろいろ売り込んでください。もちろんです、はい、入る予定です。はい、はいそしてですね、そのマクレナナなんですけども、うん、
12月15日、はい、池澤春菜さんの誕生日に合わせてこちら発売をされるわけですが、はい、今回3つのライブラリが発売されます、うん、でボーカロイド4の全ライブラリ、この3つのライブラリをご購入の方は2月末までに公式サイトで応募していただけると、全員ですね、これ全員に暁五目先生の、書いたポストカード、書き下ろしポストカードですね、こちらが、プレゼントされるということなので、それだけじゃないですよね。はい、それだけじゃないです。それだけじゃないですよ、さらに、はい、さらに超ビッグなあの先生が書き下ろし、さっき書き下ろしてた、うん、ここで見てた、一生懸命消しゴムをかけていた、見てた、打ち合わせしてる横で書いてた、そう、書き下ろし、なぜか気がついたら4コマ漫画になっちゃったやつもつく、池澤先生が、池澤大先生が、池澤春菜先生の4コマ漫画が読めるのは、はい、もうマクネナナのこの3つの V4 ライブラリー買った人だけ、本当だよ、生まれて初めて4コマ漫画書いてるなんで4コマになっちゃったかちょっと私もわからないんですけど、すごいね、タッチがね、4コマ書くわって言って、タッチが完全に上田雅史さんだあれココちゃん書いてるのみたいな、刈り上げコンソレみたいな、あの私もちょっとこう下ろして書くタイプ、板子タイプなので、板子4コマ書きましたので、最初に梅津和夫先生のホラーみたいな書き始めたから、池澤さんそれあの時間足りないです、あ、じゃあ別の人下ろします、さらっと書けるやつにしました、だったら上田雅史さん下ろし、はい、というわけで、そんな、ボーカル4マクネナですが本日発表させていただきました、予約を本日から受け付けますんで、はい、ぜひ、皆さん予約してください、お願いいたします、いたします、はい、さあというわけでエンディングでございます、はい、本日のエンディング曲はボーカロイド4マクネナナのサンプル曲でアンズでお別れしたいと思います、次回は12月1日20時より、うん、スタロちゃんさよなら会でございますので、はい、ぜひお別れに見に来てください、はい、ということで池田さん今日はお邪魔いたしました、ありがとうございました、僕いなくなってもたまには来てください、はいはい、その時この席に誰が座っているのか、そうですよね、え、うん、誰が座ってるのか気になりますが、まあ僕もね、なんかで一時帰国した時とかには合わせてやってもらったり、はい、向こうに来ることもあるから、合流しに行って、ね、まあちょこちょこ出てきたりとか、はい、ね、あのなんか1分ぐらいのビデオだけ送りつけて請求書も送りつけるみたいなことは続けていきたいと思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします、ぜひこれからもよろしくお願いします、はい、というわけで、はい、じゃあ次回12月1日20時にまたお会いいたしましょう、はい、お相手は菊太郎と、はい、HS の方と池澤春菜でした、皆さんじゃあまたね、さよなら。キュルルキュルルキュルルイヤイヤキュララパヤパヤ、どこ歩いても何を見ていてもどんなことより考える大好きなアンズ、もしもあの子の